ハイケさんも来ましたね。あ、ハドマサさんも来た。ハルキでございます。こんばんは。こんばんは。聞こえてますか？聞こえてますか？聞こえてますか？音声聞こえてたらコメントお願いします。こんばんは。申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。早速、あ、聞こえてると。ありがとうございます。すいません。はい、このチャンネルは日本史研究者ゴザユイチと美術史研究者春木翔子が共に頑張るチャンネルでございますが、ございます。ちょっと頑張ったんですけど失敗しました。失敗しました。誠に申し訳ございません。本当に、まあ、これ生放送でアーカイブで見てる人はわけわかんないと思うんですけども、ちょっとね、予約で立ててた番組がちょっと立ち上がらなくなってしまいまして、別リンクを貼って新たに番組を立て直して、皆さんがね大移動してくださっているところでございます。皆様すいませんでした。いや、申し訳ありませんでした。移動のお手間をおかけいたしました。はい、ありがとうございます。私はこれから LINE で皆様に新たなリンクをお送りいたします。そうですね。じゃあちょっとその間私が喋ってようかと思うんですけれども、はい、あ、どうも皆さんこんばんは。前回ね、前回大河ドラマ界が大盛況でね、なんかもう結構もう1万5000回ぐらい視聴されてるということで、最初の応仁の乱界に迫る勢いですね。迫る勢いですね。2人の声がステレオで聞こえてるという。なるほど。はい、ちょっと調整します。ステレオっていうことはどうしたらいいのかな。あ、ご要望を教えていただけると。前春様、そう、同時接続がね650までいきましたね。そう、前回は同時接続が650までいきましたね。まずメスちょっと待ってね。じゃあまず音響を変える前に皆様に新しい、そうですね、リンクを LINE で。本当に申し訳ないです。なかなかね、こういうアクシデントがあるんですよね、生配信というやつは。ヘッドホンで聞いてますが、LR 逆に聞こえると。はい、ちょっと直します、ね。それちょっと音声、ちょっとまず LINE で新しい URL を
あのリンクを通知してからちょっと音の方を直します。今送ろうとしてるのが新しいリンクかも。すごい画面では左にいる小座さんの声が右のイヤホンから聞こえる。左右逆になっちゃってるわけですね。なるほど。あ、本当だ、みんなそうですね。じゃあ私がそっち行けばいいのか。まあそういう考え方もある。解決するかもしれない。そういう考え方もありますね。位置を変えればマイクを取り替えたら早いかも。まあ、そうですね。そうしますか。とりあえず、はい、一番早い方法。はい、はい、どうも。え、これで大丈夫ですか。マイク取り替えましたけど。あ、はい、マイクを取り替えました。マイク取り替えたら大丈夫ですか。これで大丈夫。ものすごいアナログなものすごい原始的な直し方ですけども。ありがとうございます。素晴らしい回でした。すごい皆さん賢いですね。混乱しすぎて。ありがとうございます。そうですね、皆様に助けて。ハイテクではなくて極めてローテクな直し方でありますけれども、いや本当に大河ドラマ解説会、いや盛り上がってました、ね、すごい盛り上がって、いやちょっと私も予想してなかったです。同時接続650までいくとは思わなかったんで。同節で結局ね、なんか最後の方になってもまだ500人ぐらいいるという、日曜日なのに大丈夫なんだろうかみたいな感じで。そうなんで、結構まあ大盛況でよかったんで、またちょっとね、あの盛況だったんでまたやりたいなというふうに思う。ツイッターからのリンクも上げ直した方がいいのでは。それはそうですね。ちょっとだからちょっと今春樹さん、あのリンクの方やっていただいてるんで、ちょっと私の方で少し話そうかなというふうに思いますけど、そうですね、いや650人同時視聴なんですよね。だからいやちょっとびっくりしました。まあ鎌倉殿の13人がやっぱりそれだけね、注目を集めてると、まあ、人気があるってことかなというふうには思うんですけど、まあ、ちょっとまあせっかくなんでちょっと鎌倉殿のご座ソロ楽しかったですと、ありがとうございます。で、あのまあちょっとあのせっかくなんでその鎌倉殿の13人 の補足をちょっとしようかなと思いまして、あの鎌倉殿の13人ご覧になってない方には何のことか分かんないかもしれないんですが、鎌倉殿の13人で善児という殺し屋がいますね。善児という暗殺者、梶原善さんがやってた役ですけれども、これでそのチャット欄で善児のモデルっていないのかっていうね、歴史上に実在の人物で善児のモデルになったような人っていないのかっていう質問がチャット欄で流れてて、ちょっと私、まあ、チャットの流れが早かったんで拾えなかったんで、ちょっとまあ今日ちょっと今補足しようかと思うんですけど、多分善児のモデルと思われる、私が多分善児のモデルだろうなというふうに私が思ってる人物が一人いて、それはですね、足立新三郎っていう人物なんですね。足立新三郎清恒っていう人物なんですけど、これはですね、まあ、頼朝の、まあ、雑色、雑色の雑ですね、混雑の雑に色って書いて、雑な色って書いて雑色って読むんですけど、これはまあ、身分の低い、使用人みたいな形の、まあ、つまり侍とかじゃなくて、も侍とかよりもっと身分の低い、使用人みたいな。足立はね、両方書きます。安いっていう方の足立って書いてる資料もあるし、手足の足って書いてる方でもあって、両方の、使い方に、なってて、両方の表記があります。いろんな資料に出てくるんです。吾妻鏡とか平家物語とか、あと、まあ、ちょっと時代が下りますけど、室町時代に下るんですけど、義経記とかにも出てくるんですね、この足立新三郎って人物は。でこれはそう、頼朝の雑色なんですね。で暗殺はやってないんですけど、その結構そのいわゆる裏の仕事をやる的な感じの人物なんですよ。で平家物語の遺本であります源平浄水記、源平合戦の源平に盛ん衰える、盛んになる衰えるで清水ですね、浄水記、源平浄水記で、その足立新三郎のことをですね、忍びの達人みたいな風に書いてある
のもあるんで、要するにやっぱ忍者的なね、そういうあの密偵とか、スパイみたいな、そういうちょっと裏の人物、影の人物みたいな、まあ、そういった形の人物がいるんですよ。でこれは結構ね汚れ仕事をやってて、静か御前って言いますよね、義経の、愛人、静か御前が、まあ、義経の子供を産む。で、まあ、女の子だったら生かすけど、男の子だったら義経の跡継ぎってことになるから、これは殺すしかないってことで、その静か御前赤ちゃん産むんだけど男の子だったんで、結局鎌倉の由比ヶ浜に、埋められて、赤ちゃんなんだけど埋められて死んじゃうわけなんですけど、この埋めて殺す役をやったのが足立新三郎っていう人物で、そういう汚れ仕事をやる人物として、いる。だから頼朝のその、あのダーティーな仕事を請け負う人物として足立新三郎っていう人物がいて、これがまあ前時のモデルになってんじゃないかなというふうに思います。あ、ウィキのページもありますか。はいはい。うん、まあそういうことですね。皆さん、あ、LINE も届いたと、移動してきましたと、いうことですね。つないでくださりありがとうございます。あ、もう138人が視聴ということで、そうですね。皆さん来ていただいたんじゃないですかね。はい。ありがとうございます。あ、いえいえいえ。まあ、大丈夫かな。大丈夫ですね。はいはい。まあ、という感じの話でちょっと話をつなぎました。ありがとうございます。はい。はい。乾杯しましょう。あ、そうですね。まず乾杯しましょう。なんかバタバタしてしまいましたが。すぎて今の話聞いてなかったので、後でアーカイブで視聴いたします。では皆さんもご一緒に、あの、お待たせしてすいませんでした。乾杯。乾杯。ポン。乾杯。本日いや、このね、はい、足立新三郎っていうのが、そのいわゆる足立森永とか足立東本と関係があるかどうかもよくわからないんですよね。なんか関係があるように書いてある資料もあるんだけど、なんか関係なさそうな気もするんですよね。でこういう蔵式たちってなんかやっぱりよ、あの、いつの間にか姿を消していくんですよ。だやっぱりその頼朝の政権が固まっていくにつれて、そういうなんか影の人物たちっていうのは姿を消していっていくわけですよね。だからその後そういった蔵式たちがどうなったかっていうのは実はあんまりよく分かってなくて、あの、まあその点結構謎めいた存在だ。やっぱり頼朝が権力を得る、政権の基盤を整えるまではいろいろそういうね、裏の仕事をするような人物たちっていうのがいろいろ必要だったんだろうけど、まあ、政権が固まってくるとね、なんかそういうこうね、あの、頼朝のね、このこう後ろ暗い部分をこうね、あの、知ってる、携わってたような人間っていうのはやっぱり、まあ、消されたんだかなんだか知んないけど、まあ、いつの間にか姿を消していくっていうことですね。利用するだけ利用されて消されちゃったのかもしれない。そう、蔵式も役目を終えて邪魔になったっていう部分はあるのかなって思います。蔵式からね、出征したんっていうのもあるんじゃないかっていう話はありまして、つまり蔵式っつってもみんなそういうね、ダーティーワーク、後ろ暗い仕事だけをしてたわけではなくて、あの、使者みたいな仕事とかもやってたみたいなんで、だそういう蔵式とかはその後いわゆる、あの、大江の広元とか三好康信みたいな文官に仕えるような形で生き残ったんじゃないかみたいなことは言われてます。だから全員が全員なんかこう必殺仕事人とか忍者とか、スパイってわけではなくて、まあ、ちゃんとね、あの、もうちょいきちんとした仕事をね、あの、真っ当な仕事をしている人たちもいて、でそれは普通にその鎌倉幕府の中で、まあ、役人的なね、下級役人的な形で生き残ったんではないかみたいなことは言われています。はい、象締めとはちょっと違うかなと思いますね。象締めはやっぱちょっと、あの、本当に
身の回りの世話プラスちょっとセクシャルな部分とかそういうところになってくるので、はい、まあそんな感じですね。で、あ、すごい、もう159人まで来ましたね。160人。大河ドラマ見てなくてすいません。あ、いや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 福田さんがサポートしていた大河ドラマなのにいやいや、いいですよ、見てなくてすいません。いいですよ別に。なんかでもあれですか、予想よりいいとか予想通りというか、うん、いや、いい感じ。いや、私本当に鎌倉の13人あのすごく楽しく見てますよ、うんうんうん。三谷さんとかとは一度だけお会いしました。あ、そうなんですか、はいはい。会ってなんか内容の話とかしたんですか。まあそうですね、多少はしましたけどね、うんうん。あれって本当に三谷さん書いてるんですか。いやいや、書いてるシーンを見てないからねそれは送られてくるのは原稿だけ台本だけだから、三谷さんが一生懸命こうやってね筆をなめなめじゃないけど、そういうシーンを見てるわけじゃないからそれは分かりませんけどもただあんなに面白い作品を、うん、あんなに立て続けに作ることってできるんだろうかって。うーん、まあね、まあ、すごいなとは思いますよね。確かに三谷さんの脚本の大河ドラマっていうのはいつぶりなんでしたっけ。だからサナナマルぶりじゃないですか。あ、サナナマルが2010何年でしたっけ。まだ10年は経ってないんじゃないでしょうかね、はいはい。あれ新選組ってあの三谷さんですか。あれ三谷さんです。あれはだいぶ前ですよね、もうね、はい。あれ私高校生の時に、あ、なるほど、新選組やってて日本史クラスだったんで、うん、山並さんの切腹で翌日すごい盛り上がるっていう。あ、なるほどね。まあ、堺雅人はやっぱあの辺からなんかすごい注目を集めるようになってきましたよね。本当に素晴らしかったですよね、うん、っていう。それ以来大河ドラマちゃんと見てなくて。なるほど、すいません。ちょっと最終回までに頑張って全部見ようかな。いやいやいや、そんな無理です。最終回いつですか。最終回は年末ですか、ね、いや年末は総集編をやるので12月の上旬ぐらいには最終回になるんじゃないですかね。新選組は2004年か。あ、なるほどね。あ、 ありがとうございます。あ、その時だから日本史クラス大盛り上がりです。なるほどね。あの時出てた人みんな真田村は2016年、うん、そんなもんだったと思いますね。ます最終回は12月18日。ありがとうございます。で次のが翌年から始まるんですよね。そうですね。どうする家康、どうする家康が1月から始まりますね。なんか時代交渉されてる方がお知り合いとかいう。あ、そうなんです、そうなんです、そうなんです、はいはい、そうなんです。平山優さんね。家康はちょっとじゃあリアルタイムで追いかけていこうかな。見ます、小田さん。いや、もちろん見ますよ。大河ドラマってずっと見てるんですか。幕末ものとかだと途中で挫折することがあって、うん、挫折しちゃう。暗いから悲しいから厳しい。いや、なんか話的にあまり面白くなくて面白く挫折したりすることがある。なくてって言ってしまってるけど、うん、なるほどね。あ、でもやっぱ中世がそもそも対象になることもそんなに必ずしもじゃないから、うんうん、中世エリアだったらもう中世エリアだったら見ます、ね、絶対見る。それは絶対見る、うん、なるほどね。そう、来年は平山先生です。でしかもあれなんですよ、来年は忍者交渉っていう交渉があって。何何、忍者交渉。だ、忍者が出てくるんだけど忍者専門の交渉役がいるんですよ。でそれがね、三重大学の山田裕二先生という方で、この辺先生とも私知り合いですけど。そうですか。忍者交渉って多分初めてじゃないですかね、大河ドラマで。え、そういうのはつまり今まで出してなかったってこと。いや、出してたけど適当に作ってたってことです忍者交渉ってなんでその用語になってるんですか。そうです、新しいこと。新しく作られた。今まで忍者交渉なんてなかったから。まあ、とりあえずそれは適当に今忍者作ってたんだけど、最近忍者の研究っていうのが結構進んでるんですよ、はいはい、なんかそういうイメージがありますね。そうなんですよ。で山田裕二先生ってのはまさに忍者研究を積極的に熱心にやられてる方で、なんで、まあ、それにね、最新の忍者研究に基づいて、まあ、忍者をね、で描こうってことなんだと思います。そのエリアで、伊賀とかあのエリアで。そうですよ、そうです。もちろんもちろんもちろん、伊賀だから今忍者で町おこしをやろうとしてすごい。そう、なんかね、なんか目に入ってきます。確かに。あ、そうそう、なんか忍者関係の国際忍者学会とか作ったりとかして、 あとね、忍者サミットとかもやってますよ。なんか
忍者ってだから日本人よりも外国の人の方が忍者って言ってるイメージがあって、そうですで日本人はあんまりこう忍たま乱太郎とかしか知らないみたいな。いや、だから本当に海外の人はマジで、うん、あの忍者、あれだからなんかね、伊賀市が忍者募集とかってやったら、はい、ことなんだけど、これはだから要するに忍者っつってもなんつうんですか、あのいわゆるその忍者パフォーマンスをやる人を募集するわけですよね、忍者ショーとかをやる、なんかテーマパーク的なのがある。そうなんだけど、なんか海外の人勘違いして、あの忍者になれるもんだと、そうそう、だから俺特殊部隊の人間なんだけどみたいな人がマジでなんかね応募してきた。あ、確かにね。あ、だから今でも日本に忍者はいて活躍してる。そうそうそう、だから日本のなんかヤクザみたいな感じでノリで忍者もあるんじゃないかと。そうそうそう、伊賀市は市役所の職員が忍者装束着て仕事してとかってね、そういうあれはありますね。素晴らしいですね、街を上げて。伊賀上野に出張に行くと電車に目を輝かせた外人が乗って。そうなんですよ、外国人がとにかく忍者大好きなんです。だからあれ、あのジャンプの漫画でもナルトです、ね、そうナルトがすって海外ですっごい人気なんですよね。ナルトは本当に人気が意外じゃないですか。そう、ワンピースじゃないですか、アメリカですとね、うん、でも海外ではワンピースよりナルトの方が断然人気があるというね。らしいですね、うん、なんかでも忍者の話をしだしたら小田さんの目が輝き始めた。いや忍者好きなんですか。いやいや、まあまあまあそれなりにね、それなりに。私今のマジで忍たま乱太郎ぐらいしか知らない。ナルトはだから本当に私は日本でナルトはまあ知らないけど、海外で売れてる人気があるっていう。千葉真一の影響ももちろんあると思いますね、多分ね。千葉真一も海外ではすごく人気ですもんね。あ、スパチありがとうございます。早川信也さん、ありがとうございます。千葉真一という人は何で忍者やってた人ですか。何でしょう、あのアクションスターだからなんかいろんな、柳生、ね、一族とかなんかいろいろやってんじゃないですかね。あ、なるほどね。服部くん、失礼しました。あの服部くんね、服部くんあんまでも知らないや。いや、まあそうでしょうね、私は服部くん世代だけど、あの春樹さんはね若いからあんまり服部くんと言われてもでも、いや、イメージは浮かびます。あ、そうですか。無表情なんです。あ、影の軍団ね、はいはい、影の軍団。結構でも忍者ネタあるんだ、日本のサブカルチャーでも。あんまりね、はあ、そうそう、なんか今千葉真一さんの息子さんが活躍されてますよね。 あの人いつも読めないんですけど。そう、私も読めないんですよ、ね、真剣佑って読むんですか。なんて読むんでしょうね、私も分かんないんですよ。赤影、ありがとうございます。で、まあまあ忍者講師、ね、まあまあとりあえず、まあ、まあ今日は忍者の話をしたいわけではなく、ね、でもどうする、家康にはじゃあ忍者が、忍者が活躍する、ちゃんと交渉された研究に基づいた忍者が出てくるはずです。それはかなり確かに新鮮というか、新鮮ですよね、楽しみです ね、うん、ね、なるほどね。あ、真剣佑でした。真剣佑であってる、教えてくれ、ありがとうございます。真剣佑だからあれなんでしょうね、きっと海外でも活躍できるようにみたいなあれなんでしょうね、きっとね、海外での人が発音しやすいようにみたいなね。芸能界もそういうことに。大河ドラマって海外で放送とかされるんですかね、されたことある。魔界転生ね、あんまないですよね。海外ではどうなんでしょうね、それは私も分かんないですね、イメージが。あ、真田太平記も忍者ものですよね、忍びのものがいっぱい出てくる。なるほどね。忍者っていうのは活動き、忍者ってその文献に出てくるんですか。忍者っていう、忍者っていうワードでは出てこない、忍びですよね、基本的にはね。忍者っていうのはもう本当に昭和、下手すると戦後ぐらいになってからじゃないですか、忍者って言葉が一般化するのは。で、存在してたのは大体いつ頃からいつ頃までなんですか。基本的にはその中世、あの室町時代ぐらいは資料上確認できますね。で、まあ、江戸時代はそのお抱えの忍びっていうのが。ありがとうございます。ありがとうございます。さっきの方もう一回くれたね。源太郎の風雲児を取り上げる。なるほどね、風雲児たち好きな方多いですね。ああ、地雷あたりから忍者ではないかと。なんかみんな忍者すげえ好きですね。確かに江戸時代の歌舞伎とかでもだから妖術を使う人っていっぱい出てくるんだけど、
忍者っていう言葉では出てこないから、出てこない出てこな い, こないあと造形も今のその忍たま乱太郎的な服装で出てこないから、うんうん、ちょっとギャップがあります。そうですね、忍者的なるものはでも江戸時代にはやっぱりその小説とか歌舞伎の中で出てきますね。妖術対決とかめっちゃしているので、まあ、その流れではあるんですよね、うん、エンタメ化して、ね、やっぱ江戸明治以降みたいなって感じですかね、まあ、忍者の歴史、忍者イメージの歴史は面白いですね。ああ忍者は面白いですね、みんな好きな。そうですね、真田太平記は草の者が活躍してましたね。そうですね、草の者って何ですか。草の者ってだから草のようにこうなんですかね、さささささみたいな、ししのなんかこう潜伏してるみたいな感じですかね。ああ象標たちの戦場、これは藤井久志先生のご研究ですね。あのだからあの忍者 の, あの平山、今回今度どうする家康の時代考証される平山さんも、忍者のこと最近研究されてて、で、ね、で平山さんって藤木さん の, あのお弟子さんなんで、やっぱそういう ゲリラ活動、ゲリラ戦みたいなやつで、まあ、忍者が活躍、忍びが活躍したんだみたいな話はされてますよね。でなんで忍者の話ばっかりしてるの忍者めっちゃ盛り上がってる、わからない。確かにだから歴史と今まであんま接続して考えたことなかった、なるほどね、から面白いですね。海外で忍者が人気になったのはで漫画ですよね、きっとね。漫画アニメじゃない。そうですね、漫画。あ、でも黒沢映画とかに出てきます忍者って。まあ黒沢作品も出てきてはいると思いますけど、やっぱり 時代劇の影響が大きいんでしょうね。そう、平山先生も忍者の、そう、戦国の忍びを出してますね。あれなかなかあのいろんな、ね、資料をめちゃくちゃ調べててすごい圧倒される本ですけども、角川新書から出てますね、戦国の忍び。お庭番集とかに関してはね、磯田道史さんがちょっと調べてたんじゃないかなと思いますね。やっぱりみんな歴史にロマンを求めてるっていうのがよく分かりました。うん、チャット欄の盛り上がり、確かになんかいいですよね。やっぱよく分からない存在だから気になるっていう。あ、もう200人も見てる。すごい。ありがとうございます。さてじゃあ本日は、はい、小田さんがちょっとプチ講義を用意してくださっているということなんですけど、先に質疑応答からやりますか。そうですね、じゃあ、春樹さんのね、あの大河の前に春樹さんがあのね、室町美術について講義もよかったら見てください。だそれでまあ結構いろいろ質問も来てましたからね。そうですね、まあ、質問ね、いろいろ来てますので。あれ、それで言うとあれ、あの春樹さんの講義で、はいはいはい、あの基礎工程の話とかってちょっと出たじゃないですか。あの脅迫、はいはい、京都国立博物館の茶の湯展に、はい、あの基礎工程の桃鳩図が出ている。出るんですよね。おお。出るんですよ。だけど、でだけど、だけど4日しか出ないらしい。やばい。4日間しか出ない。そんな。何4日間、うん、4日間それはかなり珍しいですね。ですよね、多分だからあれ個人像だから、うん、その所蔵者の意向ですよね、きっとね。あとその国宝とか重要文化財指定だと、国宝だからその影響もあるかもしれません。でもあれ国宝、ここね年間60日とか90日とか決まってるんですよ。でも資料によるんですけど、でもさ、そんなに頻繁に出てないでしょ、そもそも。いやでも例えば来年外国に持っていくとか、あ、なるほどなるほど、年間のスケジュールだから、うん、もうね、取り合いなんですよ、十分とか。なるほどなるほどなるほどね。で、だから他のとこで何日出すから、ここで何日とかもう、うん、細かい調整をしてるから、そのせいかもしれないし、うん、まあ、所蔵者の方が、うん、なるほどね、あんま見せたくないってことなのかもしれないですね。そう、4日間だけらしいです。なんかあと資料の状態によるんで、うん、なるほどね、もしかしたらあんまりこう出してると心配とか、ね、うん、そういうことなのかもしれないですね。だから私も見に行きたいんですけど、なんかだからその時めっちゃ集中する、その時めっちゃ人が来そうでね、やばいんですよ。だからすげえ人来そうで、あのね、なんでまあちょっと皆さんは見に行かないでくださいってわけにはいかないわけですけど、ぜひ行くべきですよ。曜変天目だってあるんでしょ。 あとそのチャット欄で教えてくださったアリスさんだと思いますけど、うん、その静嘉堂文庫美術館の展示で、うん、この間紹介した曜変天目だけじゃなくて、うん、つくもなすも出ている。ああ、なるほどなるほど。織田信長が、なるほどね、集めた
室町将軍の唐物、うん、なんとすごいですね、うん、今世界は世界日本だけど、うん、まあ、京都も日本あの東京でも、うん、室町的なものが見るチャンスということで良かったですね。なんかタイミング的にですね、ですね。だからまあ皆さんもね、皆さん現物見に行きましょう。行くなよって、絶対に行くなよと、あのちょっと皆さんに来られると私が見れなくなるかもしれないんでとかそういうわけにいかないのでね。あ、テケテケさん、あの展示の日数が決まってるはずですね、確か。なのですっごい細かく展示替えのあの予定のスケジュール作るの結構大変なんですよ、その指定文化財が入ると。なるほど、なるほどね。そうなんですよ、うん、いろんなところとの戦いになるので、やっぱ弱小な館はあんま入れないですよ ね、 ね、国立でここで展示しちゃうんでってなると、 なるほど、ね、なかなか大物を持ってくるっていうのはすごい調整が必要。なるほど、ね、何年も前からお願いしたりとかっていうのありますね。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとフォームにね、うん、皆様ご質問いろいろいただいておりましたので、だいぶちょっと遡りますけれども、うんうん、10月12日以降の質問を読んでいないので、うんうん、これでも全部読んでいくと結構な時間になりますけど、だからまあ適当にちょっと抜粋して読んでもいいんじゃないですかね。わかりました。10月12日ですね、いただいた匿名希望の方、収益化おめでとうございます。すごくライトな質問になりますが、御座先生的に大河ドラマの主人公にしたい中世室町人はいますか。はい、これ ね、 いい質問ですね。これいろんなところで喋ってるんですけど、まあ、中世室町人って言っていいのかどうか分かんないんですけど、私はね、あの北条早雲をやってほしいとずっと思ってるんですよ。これまあ今漫画でやあのしあのシンクロ走るって言って漫画にもなってますけど、あのぜひ大河でやってほしいなと私は思ってて、つまりね、応仁の乱を描くにはもうこれしか方法がないと思うんです。あ、そうなんですね。応仁の乱を正面から扱った花の乱っていうのがね、うん、はいはい、あの失敗したんで、あの視聴率がね、あの応仁の乱の初めにでも書いてました、ね、そうそう、書いてた、そう失敗したと撃沈してしまったんで、あの応仁の乱を書くとしたらもうね、北条早雲絡みで書くしかない。で、あの北条早雲ってあの昔はやっぱりその何つうんですかね、伊勢のスロー人みたいな感じで、うん、まあ、全くその何つうんですかね、こう全くこう身分の低いというか、うん、家柄のないところからこう成り上がっていった、はいはいはい、戦国大名の典型みたいな感じで昔は思われたんですけど、まあ今の研究では実はあれはエリート官僚、あの、うん、はいはい、伊勢市のあのバックの、真所執事伊勢市の、流れを組むエリート官僚、うん、エリーで、ま、なので、うん、あの応仁の乱当時は京都にいたわけですよ、うん、で京都にいてバックに仕えていたわけですよね、うんうんうん、でそれであのバックがこう崩壊していくところを間近で目撃してるわけですよ。なるほど、ね、でそれを前半に描いてで後半もうこれから新しいね、もう古いね、秩序は、うん、古い時代はもう終わったと、なるほどなるほど、新しい時代をね、うんうん、新しい国を俺が作るんだっていう感じで後半描けば、うん、明るい感じで、明るい感じで終われるんじゃないかっていうね。なるほど。驚愕じゃダメなんですか。驚愕はあの失敗してんじゃないですか。 あの、なるほど、ね、まあ、まあ一応興福寺残ったって意味では成功なのかもしれないですけど、まあなんていうんですかね、やっぱ最後明るくなる人を考えたら、そうそうそう、北条早雲しか、北条早雲ね、自分の国を関東にね、自分の理想の国を作る、あ、箱根の坂ね、司馬太郎の箱根の坂はまあそんな感じですけど、箱根の坂の頃よりもさらに研究が進んでるんで、北条早雲に関しては特に応仁の乱の頃の研究が非常に進んでるんで、まあ、その辺の研究成果を取り入れたら結構面白いんじゃないかなとは思いますね。え、そしてうまくいけば太田道灌が初めて大河ドラマ出演って、あ、そうですね、出たことないの、太田道灌多分出たことないんじゃないですかね、うん、そうなんだ、うん、今度出ないのかな、そのどうする家康で、いやいや時代が違うから、あ、時代が違うとか、そんなに先駆けてやらないか、うん、なるほどね。そう、北条を名乗ったのは宇治綱の
頃からです。だから正確に言うと伊勢宗瑞ですよね。北条早雲というよりは、まあ、伊勢宗瑞と、まあ、いうのが、まあ、多分正しいということになりますよね。太田道館が来た。なるほど。こんばんは、太田道館です。ありがとうございます。あ、まあ、こんばんは、太田道館です。あれでしょ、だからね、あれのね、あ、青天を衝くの時に、大河ドラマの青天を衝くの時にナレーションがね、徳川家康がやったんですよ。北大路欣也が演じた、はいはいはい、徳川家康が、こんばんは徳川家康ですとか言って、徳川家康が最初解説をするっていうね。あ、そうだったんですか。そういう斬新なね。あ、知らなかった。やったんですよ。だから、うん、ナレーションを太田道館がやれば、うん、そうそうそう、こんばんは太田道館ですね、私が作った江戸は、江戸の基盤を作った人だから、そうそう、私の作った後江戸はどうなったんでしょうかみたいなね。それいいんじゃない、それちょっとその時代考証の先生に、うん、完全に青天を衝くのパロディですよね。なるほどね。あ、そのそうか、ありがとうございます。はい、というわけでいい質問だったんじゃないですか、うん、ちょうどだから大河話してた。北川殿は北川景子さん、いいかもしれませんね。はい、はい、さっちゃんさんがね、いっぱいコメントくれてるんですけど、うんやっぱ小澤さんのコメント力を称賛する声が結構来てますね。なるほど。だからコメント、だから小澤さん博識ですよね。なんだろう、なんか、なんかこう答えづらいじゃないですか。なんか、そう、歴史学者のくせに漫画とかもめっちゃ詳しいじゃないですか。あ、まあまあ、まあ、サブカル的な、映画とかも、いや、まあ、そんなに詳しいところでもないと思いますけどね。まあ、でも基本的な教養を抑えているという。ああ、まあ、そう、それぐらいはそうかもしれませんけど、やはり博識な人。え、東大生ってみんなそうなんですか。いや、どうなんですかね。そんな、え、どういう、え、どういうものを見て育ってきたんですか。いや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 、別にそんななんか特殊な人生送ってないと思うけど。え、英才教育ですか。いや、別に英才教育、何をもって英才教育というかっていうのはありますけど。あ、お帰りなさい。うん、何だろう、別にそんな特殊な環境で育ったわけではないと思いますけどね、うん、普通に幅広くいろいろ知ってるなっていう感じですよね、うん、まあ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 、まあ、そうかもしれません。小田さんは守備範囲が広い。そうそう、ほら、なんだっけ、ジョジョの奇妙な冒険のセリフを何に書いてたんでしたっけ、なんかの本に書いて。ああ、それは戦争の日本中世史。戦争の日本中世史に、はい、それどういうノリで書いてるわけ。同世代の人が読むだろうと。いや、同世代の人にも読んでほしいなという気持ちを込めて。気持ちを込めて。でもそれ分かる人限られてると思うんですけど、その、うん、どういうノリで書いてるか。いや、なんかそれで、うん、なんか気づいた人がクスッと笑ってくれればいいかなって、ね、なるほど。あ、気づかれなければ、うん、特に、ま、プラマイゼロだから。ゼロだから。なるほどね。なんかそれを褒めてた人が、あれ、なんで見たんだっけな、何で見たんだっけ、なんか言われてましたよね。あれ、小田さんが、うん、こういうこと書いちゃう小田さんが好きみたいな。あ、本当ですか。そんなのあったかな。なんかね、何かで、ね、その話してたんだけど忘れちゃった。だからちゃんと伝わる人には、ね、無駄ではないですね。あのね、そこに痺れる憧れるですね。ちょっと私は確認してないんで、じゃあドイツの技術は世界一でもないです。いや、ちょっとやはりそれ使いどころがないでしょ。しかもそれ結構今のご時世非常に危ないですからね。そんなナチスを来賛してるかのごとき発言は非常に危ないので。来ましたね、また。だから徐々に対して反応する勢が来ましたね、うん、いや、そこがね、だからやっぱ広いというのは、つまりあんまり日本の歴史の
ことをね、うん、中世の研究書にジョジョのセリフは書かないんじゃないかなっていう、うん、だって私あの一回あの一回そのなんか校閲というか新潮、はいはい、の構成に、うん、これはちょっとつって消されたんですよ。えジョジョのセリフジョジョの今の、うん、そこに痺れる、うん、憧れる消されたんだ。消されたで消されたけどしつこく復活させた、うん、なるほどね、うん、えそれ新潮校閲の人編集じゃなくて編集だか校閲だか忘れたけど編集かな、これはちょっとやりすぎよみたいな感じで消されたんだ。だけどなんかね意地になって復活させたら勝った。いや ちゃんと勝った勝った本人乗ったし、うん、そこがいいと言っている人がいやよくなるほどね、あの勉強になりました。なるほど、あ 人間をやめるぞジョジョ。だからこれねなんかねうちのね研究室だったと思ううちだったと思うんですけどなんかねあの俺は人間をやめるぞジョジョ、うん、リオのリオのセリフあるじゃないですか、うんうん、あれをだからなんかなんつうの陰性室のところにね貼ってるっていうね、はい、なんかあってなんかすごいさそのね、ノリを、はい、陰性になるっていうのは人間をやめるってことだぞっていうね、うん、あなるほどね、進学を決めた人はそのディオのセリフを言って進学噛み締めて噛み締めて進学してこいよと覚悟を持ってね医師仮面をねつけるぐらいの覚悟を持って大学院来いよみたいなねあ、まあ、つまり今分かったのは小田さんが所属してた研究室はみんなジョジョをまりかしそうですね。でもまあジョジョというか、まあ、世代ですか世代、まあ、ジョジョ世代じゃないですかね。リアルタイムで見てる、いや私はちょっと世代下なんですけど最近ネットフリックスで全部アニメを見たので、ねね、やっとちょっと近づけた感じ、ね、いやすいません、いや人間をやめなるほどね。いやあのアニメよくできてますよね。いやアニメよくできてあのジョジョの奇妙な冒険って、うん、あの結構割と偏差値が高い人に好まれてるね。あそうそうそう、だって東大は、うん意味はこれ前も話しましたよね。だからか前でも話した気がするんですけど東大はなぜか、うん、あの文化祭で荒木博彦の奥さんを呼ぶっていう意味不明のイベントをやったことがある奥さん呼んでどうするんだろうとかっていうだ研究会があるんでしたっけ。それ東大じゃない、ジョジョの研究会みたいなの確かあるはずだ。そこが呼んだのかな本人じゃなくて本人じゃなくて本人来たらまあ大騒ぎになっちゃうからなんだろうけどそれにしてもさそこで奥さんを呼ぶって発想がすごくないですかなんだそれとか思いましたいやいいですね。だからその作家を目の前に見ている人ということで、まあ、奥さんから見た荒木博彦ってことですかねなんかそのなんていうかな直球でいかない感じが、うん、まあなんていうか、まあ、東大なのかな奥手男子っぽい感じ。でも奥さん美人ですよでむしろ奥さんに行くっていういやなるほどね。ちょっとね小田さんの若かりし青春時代にもちょっと踏み込んでみました、はい、もう何の番組だかわけわかんなくなってますけどいやもうありがとうございます。なんでこんな質問したんだっけ。あ小田さんの守備範囲が広いっていうのと常にね教養が幅広い教養が発揮されるのがいいなという感じです。白旗一騎様、小田先生は国際性チャンネルにおいて法学部の細谷教授とコラボされている回を拝聴した際に初めて存じ上げました。それ以来大ファンであります。さて以下に一点質問させていただきます。昨今の日本史学会において分野を越境した研究者間交流はどのくらい行われているのでしょうか。なおここに言う交流とは指摘交流から共同研究までの広範な射程を想定しておりますということでございます。そうですね、だからあの 中世と近世っていうことで言えばわりかし交流はあると思います。あの中近世移行期っていうのがやっぱりちょっとトレンドだったのであの長らく、まあ、今もそうだと思いますけどあのつまりあの信長とか秀吉とかっていうのは中世の研究者も研究するし近世の研究者も研究する分野なので、うんうん、そういうところはあの、まあ、中世の研究者とか近世の研究者っていうのを分け隔てなくやるっていう感じで、だ中近世移行期に関してはかなりあの交流が活発だと思いますね。ただまあ
他はどうですかね、まあ、古代中世はもう古代中世もまあ比較的だから要するにその狭間の時代、例えば、うん、あの古代中世だったら古代と中世の間である摂関時代とか摂関期とか2世紀とかだと、まあ、やっぱり両方の研究者があの交流してみたいな、そういう重なる時代は確かに、交流が多いんだけど、離れてるところだと全然時代が離れてるところの研究でやるかっていうと、そこはあんまりやらないかもしれないですね、うん、ただ逆にむしろもうなんかあの日本の中世と西洋の中世を比較しようとか、そっちの方に行くかもしれませんね。なるほどね、うん、陰性期ぐらいだとちょっと古代と中世、古代史研究者も、まあ、陰性期ぐらいまでは見るし、あの中世も摂関期ぐらいまでは見る人がいますね、うんうん、あ、考古と理系みたいなところと史学の絡みはどうなんでしょう。あ、もちろんそういうのもありますけど、それで、ね、やっぱね、学会全体でっていうのはやっぱあんま少なくて、どちらかというとやっぱ科研とかで、科研とかの共同研究やるって時にそれで組んでみたいな形ですよね。やっぱりあの学祭って、まあ、これもいやらしい話ではあるんですけど、あの学祭的な共同研究とかっていうとあの通りやすいので。そうなんですよ、全然学祭じゃねえじゃねえか本当になんかたくさんの人集めていっぱいで申請して、うん、そうそうそう、あとじゃあそれぞれ論文書いて以上みたい みたいなね、なんか建前上でシンポジウムやってとかっていうのすごいありますね、うん、ありますね、ありますね。でも建前上ではそれが求められてるっていう感じですよね、うん、地域で分けて連携、まあ、地域あのだからそういうのもありますね、あのだから例えばそれこそあの最近だとね、中世の守護家権みたいなのがあって、全国の守護みたいなのを調べるみたいな、室町時代の全国の守護を調べるみたいなんで、その各地域の九州の守護を研究してる人、四国の守護を研究してる人とか、そういうのをみんな集めてあの比較でやってみようみたいな、そういう家権とかありましたね。家権、家権、科学研究、科研費今やってるんですよね。私は今は今日あの昨年度まではあの科研あれやってました、メンバーで科研共同、うん、研究分担者でやってました。ただ今ちょっと私立場があれなので、ちょっと科研でね研究分担者をやるのが いろいろ難しいので。そうなんですね。そうなんです、うん、個人では、個人の科研はあります、はい。いっぱい書いてる、いっぱいあるね。その YouTube の中で、うんうん、結構お問い合わせもいただいてますけど、うんうんうん、その中世史を専門にやってるチャンネルっていうのが何個かあるってことなんですか。すいません YouTube の中で歴史チャンネルみたいなのが結構、はい、あるな、ありますね、あるある、はい、歴史チャンネルの中でもなんていうの、歴史じゃなくて中世史ですって歌ってる人が結構いるっぽいじゃないですか、うん、そうですね、いますね。でも小座さんがそれのブームを作ったっていうこと。いやいや別にそんなことはないよ。もともと戦国時代とかやっぱり人気がありますから、信長の野望とかね、うん、ああいうのの影響で。ああ、そうか、だから中世史専門チャンネルみたいな、うん、まあそれはまあ、中世史っていうか、まあ戦国ぐらいが多い、戦国時代が、まあ、それこそ戦国小和田チャンネルじゃないけど、やっぱり戦国時代を専門にしてるチャンネルは無数にあると思いますね。なるほどなるほど、うん、そうか、太田牛一さんね、ねえ、なんか結構太田、どなたか忘れちゃったけど、結構地方を取り上げてる人もいるみたいですよね、うんうん、四角さんは地方なんじゃないですかね、なんかだから郷土史に近いような感じのあれなんじゃないですかね、うん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 、いいですよね。だからその地方史ってやっぱ交わりづらいから、インターネットで発信するっていうのはすごいなんか、うんまあそうですね、理にかなってるなっていう感じがします、まあ、やっぱりね昔だ、やっぱりインターネットで、うんまあ、これは別に歴史に限らないけど、うん、あの昔はね、あの
同行の死とつながるってすごく難しかったですよね、本当にね。そうですね、同人誌みたいなのでなんかハガキ送ってとかってね、うん、通信欄とかでですね交流するみたいな時代だったわけですけど、今はネットで簡単に見つけられますからね、うん。いやなんか郷土史家っていうともうおじいちゃんクラブみたいなのしか思い浮かばないんだけど、そうそうそう、でも今は若い人が YouTube でやってるっていう、すごいそういう時代なんだなってこう最近知りました小座さんへの連絡で。そうです、鹿角さんともコラボをする予定です。予定です、よろしくお願いします。また決まったらお知らせします。鬼の乱のめっちゃ詳しい解説動画、御座先生の鬼の乱がきっかけで作られた。だそれはそうみたいですね、どうもね。私の鬼の乱が売れてたんだけど、私の鬼の乱が難しすぎて解説動画が YouTube でいろいろと出てなるほど、御座さんの本の解説動画、うん、あなるほどね、あ、まあ、私の本というか鬼の乱の解説動画ですよね。だから、だからある程度前提知識がなあった方が読みやすいじゃないですか、やっぱりね、本を読むにしてもね。小地鏡さん、マジカル管理さん、管理、マジカル管理さん、まとめ管理人さん、右京大部正元さん、まあいろいろ、うん、まあ、いっぱいいらっしゃるんですね、うん、ありがとうございます。白旗一騎様ありがとうございます。ありがとうございました。あ、右京大部正元さん来ましたね。あ、こんにちは。室町幕府の崩壊過程が好きというね、まあ今谷明さんみたいな感じのあれですけどね。あ、滅びの美学みたいな感じです ね。ありがとうございます。今度よろしくお願いします。よろしくお願いします。お邪魔しますけれど、はい。あ、じゃあちょっと私の番組に対して質問いただいているのでちょっと読みますね。さっちゃんさん、はるきさんお疲れ様でした。2時間超えの講義を最後まで糸を切らさずに聞くことができたのは、はるきさんがあえて応仁の乱にリンクした内容にしてくれたからでもあったはず。美術史のみならず美術品にあまり縁を持ってこなかった私ですので、室町期の美術史の本を読めと言われてもそもそも買わなかったか、押し入れの肥やしになっていたことでしょう。どなたかがおっしゃっていた大筋の流れを俯瞰する場所に導いてもらったので、美術、ああ分からんという食わず嫌いを乗り越えられるかもしれません。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、で質問は、今谷先生チャンネルクララに出たの？マジで？そうなの？今谷先生チャンネルクララ、それはすごいね。それはなぜそんなにすごいんですか？チャンネルクララっていうのは倉山満さんという、まあ、保守系の論客の、うん、それはなんかちょっと知ってますけど、うんうん、そんなところには、まあ、今谷先生、まあまあ、別に倉山さんがどうこうということではないですけど、今谷先生ってやっぱりすごい大御所ですから、うん、なんかそんな YouTube に気軽に出るような感じの、ね、方ではないですから。ああ、さっきの滅びの美学の人か。そうそうそう、先生って室町幕府解体過程の研究っていう本を出された。あの、で、まあ、まあ一般的に有名なのは室町の王権っていう中高新書で出された本で、まあ、足利義満がその天皇家を乗っ取ろうとしてたっていう、まあ説を出されたことで有名な方ですけどね。ただまあ研究書としては室町幕府解体過程の研究と守護領国制度どの研究だっけ、じゃあ名前がちょっとパッと出てこないんですけど、まあともかくその2冊ですかね。 YouTube ってどうなんでしょうね。だからその研究者の間での YouTube の位置づけって、ね、で位置づけも何もないとは思うんですよ ね、まあ、まあまあね、基本的には、ねね、なんか視野に入ってないというか、うん、あ、今谷先生室町の王権に関して出演されたと、皇室関連で出たということね。はぁ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 、小田さんは YouTube 出演はなかったんでしたっけ今まで。まあ、うん、そうですね、 YouTube 出演は多分ないですね、うん、あのネット動画出演はそのまあしらすもそうだし、あのさっきちょっとあの白旗一輝さんが言ってくれたあの国際政治チャンネル、はいはいはい、細谷さんがやってる国際政治チャンネルには1回出たことがありますけどね。それは細谷先生がやられてるチャンネルなんですか？基本的には細谷さんが常にホスト役だと思いますけどね。あれね、細谷さんと池内さんでやってるんじゃないですかね多分。なるほど。そう、王権三脱説ですね、あの今谷先生はね、はい、
歴史学者はちょこちょこいるっていうことですね。なるほど。あ、ちょっと待って、さっちゃんさんの質問は途中だった。あ、ご質問はその飾りの美術史を、うんうんうん、室町美術が飾りだったんだって話をしたんですけど、うんうんうん、見せ方ということで思いついたんですが、うんうん、当時の照明にはどんなものが使われていたのでしょうね。油の灯火とかよくてろうそくか、昼間は自然光しかなかったでしょう。当時の人たちに曜変天目のメタリックブルーがどのように見えていたのか興味がありますというお話でした。あと春樹さんは配信中いささか暑そうに見えますが、あれは照明の影響でしょうか。かなり照らされてますものね。暑そうでしたか。いや、ここの照明はまあ普通です。まあそんな暑いってことではないと思うんですけど、なんかね、喋ってるとまあちょっと盛り上がってきますけどね。当時の照明っていうことで、これね、その基本的には自然光か、そうですよね、やっぱりろうそくとかでこうやって照らしてみるってことはあったかもしれませんけど、うん、あんまりないですよね。基本的には自然光で見てたのかなと思うんですけど、うん、こう展示で当時の照明をどう再現するかって、はい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 、結構日夜いろいろみんな工夫してやってますね。この間やってたのはその蘇我蕭白展って愛知県の展示見た時に学芸員の方が言ってたのが、うんうんまあ、照明って筒上についてですよね、はいはい、展示室でも展示ケースの上から照らすことが圧倒的に多いんだけど、うんうん、その今さっちゃんさんがおっしゃったように、うんうん、こうろうそくでちょっと近づけるとか、うんうん、手元の照明で近づけてみるとしたら、うん、やっぱ下からしか当てれないから、うんうん、下から当ててみるっていう見方は確かにありうるだろうと、うんうんうん、でお寺の中とかってすごい暗いじゃないですか。あ、そうですね、そうですね。昼間でもめっちゃ暗いので、やはりこの手元に何かしらの明かりを持ってこうやって見て、つまり作品の下からこうやってボワーって照らしながら見るってことは多分ありえたと、うんうん、でそれ再現してる展示とかも、うんうんうん、まあ、愛知ではだから今回照明下から当てましたってやってたし、うんうん、私の先生なんかは丸山応挙の展覧会をやったんですね、うんうんうん、丸山応挙の、江戸時代の画家ですけれども、はい、応挙寺ってあるんですよ、うん、兵庫県の霞ってところにあるんですけど、めっちゃ行くの大変なんですよ。なるほどなるほど。でその子はもう お寺なんですけど、大乗寺っていう、うん、お寺 の部屋の、うん、全部丸山応挙一門が襖絵を描いてるっていう孔雀の、ね、絵とか有名なんですけど、そこのその襖絵を全部襖絵が飾っている室内を美術館で再現するっていう展示を昔してたんですけど、その時も上から照明当てたり照明の色を変えたりとかってかなり工夫してやるってことはやっていて、まあ、当時の照明というか、だから自然光が入った時の感じにいかに近づけるかっていうのは美術展ではしばしばやることではあります。うん、そういう意味ではあれですよね、なんか昔に比べるとその LED が普及したことでだいぶね、そう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 、照明のね、その調整が結構楽になったので、その試行錯誤もかなりしやすくなったっていうことはありますね。で、私のねお世話になってってた室町美術が専門の先生がいるんですけど、うん、雪舟が嫌いなんですよ。で、雪舟のことなんかすごいバカにしてて、雪舟なんかもうあんなめっちゃ明るいところで描いてるに決まってるみたいな、か、うん、つまりその京都の禅僧たちはお寺の中でこう絵を描いてるから、うん、もう真っ基本的にやっぱ暗い部屋ですごい繊細な水墨画を描いていたと、うん、そういうのがお好きな方なんです。で、雪舟なんか田舎でやってるから、なるほどね、なんかでちょっとやっぱりコントラストも強いじゃないですか、うん、確かに強い。で、まあ、ちょっと荒々しいというかね、うんうん、まあ、繊細さにはちょっと欠けるっていう、まあ、評価はあり得ると、うん、でもピカーンって明るいとこでやってるに決まってるみたいな、そのバカに仕方がレベルが高すぎてちょっというのあるんですけど、明るいとこでやってるとダメっていう、明るいとこでやってるというダメ。でも確かにそのやっぱり所蔵者の方の日本の家屋でね、うん、作品見るときとかって床の間って本当に襖を閉めてたら本当にわずかな自然光しか入ってこないから、
でやっぱ掛け軸とか襖絵とかピカーンって明るいところで見るものじゃ多分ないんですよ。もちろんもちろんね、うん、でその禅僧たちの絵画って怪しいの多いじゃないですか。寒山実徳とか、うんまあ、いずれ皆さんにもご紹介しますけど、うんうん、にやーっと笑ってるんですよね、うん、風鏡の、うんそうですね、まあ、中国の伝説的なお坊さんですけれど も, もうめっそのにやーって笑ってる笑顔がぼんやり浮かび上がるとめちゃくちゃ怖いんです。怖い怖い怖い確かに怖い。でこの間もここに写したあの出産者数とかも、うん、やっぱり暗闇からボワーみたいな、はいはいはい、ああいう見方が確かに正しいというか、うん、それはそうなんでしょうね、うん、多分ね。だから展示室でピカーッとなるべく明るくしてってお客さんには見せてますけど、うん、やっぱり当時どう見られてたかってことを考えると、うん、ボワーみたいな感じで見てる方があり得るなという感じがいたします、うん、はい、すいません。サチャさんありがとうございます。そしてアリスさんからたくさんご質問ありがとうございます。ハルキさんの美術講義第1回いつもより肩に力が入っていて緊張気味に見えます , 笑いすぎじゃない緊張してたのかな。なんかねやっぱそのちょっとだって小田さんのファンが多いからさ、なんかこうそんなことはないですよ、まあ、なんかこう失礼がないようにと思って思いない思いないけども、なんかちょっと知らない人が見てると思ってねじゃあそんな緊張するならそもそも YouTube なんかやるなよって話なのはい、ありがとうございます。鬼の乱や歴史ファンの思考も踏まえつつさらに深みを加えた内容に感銘を受けました。アリスさんってねいつも褒めてくれるんですよ。過度に褒めていただいてありがとうございます。いくつか質問を寄せしますと、木鶏ですね。木鶏は中国であまり知られていないということですが、それでは同時期の画家でどのような人たちが評価されているのでしょうか。うんぬんかんぬんとねいろいろ調べてありがとうございます。送ってくださいまして。なんでだから日本で木鶏が評価されたのかっていうことですよね。これねやっぱり、まあ、ちょっと挿し木の摂取の話につながるかもしれませんけど、はい、やっぱね緩いものしか日本は受け入れられないじゃないかっていう。なるほど、ね、基本的に中国の絵画特に中国の中で評価されているものっていうのはやっぱりどこかやっぱ厳しさがあって、やっぱりその深山幽谷を描いてるんですけど、うん、山にしても谷にしても、うんうん、険しくて厳しくてとてもこんなところに入り込めないっていう絵がやっぱり非常に高く評価を受けてるんですよ。日本でそれを参考にして描いてもそうはならない、うん、なるほどね、やっぱりちょっと中国における厳しさ自然の厳しさみたいなものと、うん、日本における自然の厳しさみたいなものって、うん、もうすごい隔たりがある。なるほどね、それはそうかもしれない。でもその山水を描く場合がまあ、文人画の場合多いんですけども、まあ、特に日本で高く評価されて中国から学んで絵を描きましたっていうものの多くは、まあ、山水図なんですけど、やっぱその基本的なその自然との関わり方が違うんですよ、うん、っていうか、なんか根本的に違うぜみたいな感じがあって、ただ木鶏と言われている作品は、うん、何描いてるかまずよく分かんないじゃないですか、うん、ボワボワっとしててボワボワとしてて、まあ、そのある意味厳しさっていうのもちょっとあるかもしれないけど、それよりかはその何かは人間の包み込んでくれるような自然みたいな、うん、まあ、ちょっとざっくり大雑把な言い方ですけど、木鶏は日本人好みの緩さがあったから受け入れられたんじゃないかなということは思います。あとその小田さんが講義中にご質問くださった伝ですね、うん、で私伝を全然説明しなくてチャット欄に伝、はいはい、っていうのはだからこの人だと伝えられてますっていう意味で伝木鶏って言った時は、うんうんうん、木鶏作品だと伝えられているっていう意味です、うん、伝源頼朝像とかだと、うん、作者じゃなくて描かれてる人が源頼朝だと伝えられているっていうね、伝、うんね、はそういうふうに使うんですけど、うん、で脅迫が持ってる国宝も伝、うん、ってついてたから小田さんがこれ伝なんですかって聞いてくださって、うんうん、あれ調べたんですけど、やっぱり少々発見に関しては伝、うん、ってつけるみたいです。あ、なるほどなるほど。というのはそのご紹介した観音円覚図っていう大徳寺で持っているものですね、あれがやっぱり一つの木鶏の基準作ということになっていて、うん、あれと比べた時に同じ作者なのかなっていうので
少々発見はかなり疑問符がつく。あ、疑問符がつくんですね。っていうことになっていて、ね、だからまあ足利将軍家が持っていたからもういいものだっていうか、そのそこでそれだけでも価値を持っちゃってるんだけど、木形、うん、かと言われたらちょっと微妙なんだ。なるほど、ね。で、観音閣図が一つの基準になってるみたいですね。なるほどね。それを基準にしたらっていう、まあ、っていうことにしていると、うんうん、それも分かんないですけど、だから中国に残ってないんだから、まあ、あの日本に伝わってものだけでその考えているので、うん、っていうことでございます。そうですね、やっぱり自然観の違い、中国と日本の自然観の違いっていうのはやっぱあると思います、ね、もうありますね。やっぱ本当に如実に現れてると思います。だから日本でそういう中国の本当に強化されている厳しい新山幽谷みたいな絵を描いても、日本人が鑑賞者が評価しないと思います、うんうん、ということであまり、あのアリさんご質問ですね、まあ、モッケはそういう意味で受け入れる、特別によく受け入れられたんじゃないかなというふうに。そうですね、地形からして違うと思いますね、中国と日本。そうそうそう、ね、やっぱ中国の、ね、切り立ったみたいな崖みたいなのってやっぱ日本と違う感じしますよ ね、 そうなんですよね。まあ、中国絵画もね、でも面白いのでまたご紹介したいですけれども、その中国ってなんか政権が変わると前のものをね全部燃やしちゃったり、焚書的なことが日本よりもずっと多かったので、うんうんうん、中国ではあんま残ってないけど日本にだけありますみたいなのは木家に限らずあるみたいですね、うんうんうん、だからその中国における中国美術史と日本における中国美術史はまあ結構違うんですけど、ちょっとまたいずれそういう話もしたいと思います。あ、アリさんのご質問ね、3つあって、今のが1つ目で、2つ目が、うん、まあ、佐々木童謡の話をしたんだけれども、うん、童謡がどうしてそんなに唐物をコレクション、唐物を手に入れられたんだっていう、うん、そういうご質問ですね。だからもうまだ室町時代になる、な南北朝時代の話ですよね、はいはい、太平記で唐物いっぱい飾ってっていうの、うん、はいはい、あの時にだから当時は日宋貿易ですかね。いやでもあのもう民になってたのかな、だから日元貿易とか。ああそうですね、元ですね、うん、だからまあ日宋日元の時は結構民間の貿易が盛んだったっていうことだらしいんですけど、そうですそうです、あの民は国家間貿易しか認めてないんですけど、あのだからあの民間貿易は認めてないんですよ、うんうんうん、だけど宋と元の時代は民間貿易が認められてるので、むしろ民間貿易がメインなんですよね、うんうんうん、だからそれはあのむしろ民になる前の方があの貿易量というか交流、あの物や人の動きっていうのはあの民になる前の方が活発だったと思いますね。特にだから禅僧たちが中心ですよ、うん、そうですね、禅僧もそうですね、行き来が結構あった、禅僧の行き来もやっぱり草原時代はやっぱ非常に多いですよね。あの日民になっちゃうともうだから県民船に乗っていくしか方法がないので、うんうんうん、県民船に乗るって10年に一度の県民船とかってなっちゃうとやっぱりね、あんまり行く機会がないですよ中国に、うん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 、だからそうなっちゃうとね、あんまりその中国留学そのものがステータスみたいな話にあんまならないんで、はい、ということでございます。だからまあ童謡がいっぱい唐物を持ってたっていうのは、まあ、結構あり得る話では。高氏もだから天龍寺を建てるときに天龍寺船っていう船を出してとかってやってるんで、あのまあ中国と貿易して宝物を手に入れることはまあそんなに難しくはなかったんじゃないですかね。うそうです、あの民は朝貢貿易しか、あ、鹿角さんありがとうございます。ありがとうございます。1550、あれ1551年は何だろう、何だろう、何だろう、1551って大明治の変、あれか、あの大内大内が、あの大内義高がやられたあれですかね。 ありがとうございます。クイズになってる。そうですよね、大内義高がやられたあれですよね、あの大内氏が、義高があの末春方にやられた家臣に信本で殺されたという事件ですよね。 はいはいはい、ありがとうございます。さすが。え、西国専門チャンネル、西国専門チャンネルでした。いろんな専門があるん
ありがとうございます。日民貿易については後田さんが別の回で詳しくやってくださってますので、うんうんうん、よかったらそちらご覧ください、はい。そうそう、だからその太平記に書いてる佐々木道与の宴会って、あとそのお香をめっちゃ炊いてるんですよね。なんかそのチャット欄でそのパリピの話をした時に、まあ、マリファナもあれば完璧だみたいなチャットがあったんですけど、だから道与がやってるのは結構それに近くて、もうお香を炊いてブワーってこう香りを立たせて、それもすっごい高価なものを信じられないぐらいの量炊いてるっていう、それもゴージャスすぎるバサラなんですけど、やっぱり香りっていうのはそういう、その当時から、まあ、今で言うマリファナパーティーみたいな雰囲気がちょっとあったのかなっていうのをちょっと思いましたけどね。ありがとうございます。和漢の融合に関連して、あ、3つ目ですね、ご質問の3つ目、当時の邸宅では豪華な襖絵などに質素な唐絵がかけられたというようなことをおっしゃってましたが、これはどういうふうに解釈すべきなのか疑問に思いました。東博をはじめ両端をたしなむのがその後の芸術家の必須条件となったという話でもあるのですが、中途であれば一方によって数ですよね。例えば利休は始祖の方に振り切っていったとイメージしていますが、その方が分かりやすい。豪華さの中に始祖なものを見る感性とはどのようなものだったのかお考え伺いたいと思います。和漢に関してはちょっと私の説明が悪くてですね、その、まあ、どっちかが豪華でどっちかが、寂しい貧しいということではなくて、和も歌もやはりどちらもゴージャスなものだった、まあ、パッと見の 見栄えが黄金のキンキラキンの背景に着色の絵を描いた大和絵、伝統的な大和絵のものか、まあ、水墨画かっていうことで、パッと見の見栄はカラフルとモノクロームで違うんだけど、ゴージャスさで言えばどっちもお宝なので、その貧しいと、なんだろうな、豪華なものと貧しいものっていうことではないんですけども、まあ和漢を両刀使いするみたいなことが、その画家たちの方でも絵画の方でもあるし、村田樹光以来ですね、お茶の方でも和物を使うっていう発想が出てくるっていうのがあるんですよね、うん、なのでその和歌の融合っていうのは室町時代進んだんだっていうのは、お茶の文化の方でむしろよく言われることなんですよね、まあ、有名なそのこの間も出しましたけど心の踏みの中に、はいはい、まあ、和歌の境を紛らかすっていう、うん、まあ、これはちょっと解釈がいろいろあるんですけれども、うん、まあ、唐物一辺倒だったお茶の飾りの中に和物ですね、つまり日本で作られた、国内で作られたお茶碗っていうのを使っていくっていうことを、まあ、受講以来提唱して、そう行われたと。で利休なんかも、楽茶碗ってありますけども、うんうん、なんだっけ、長次郎か、そうですね、作らせるんですよね、うんうん、おそらく利休のプロデュースでこういう風に作れって言って長次郎って人に、うん、あの手びねりの茶碗を焼かせるんですよ、うん、で唐物はその曜変天目に代表されますように非常になんていうか端正な整った機械で作ったみたいな形ですよね、うん、他方で長次郎の楽茶碗っていうのはこう手びねりでろくろ使わないで、まあ、形がなんか歪んでるわけですよ。そういうだから歪みとか歪みとかがいいんだみたいな発想が、しかもね、まあ、黒いね、真っ黒で、そう黒っていうのはだからそう装飾性に乏しいっていうことですね。でも利休がやってることって、まあそのこの間も樹光とか利休は逆張り芸術なんだって話しましたけど、利休がやってるのもめっちゃお金かけて貧乏なふりしてるみたいなことなんですよ、うんうん、だからすごい貧乏ごっこみたいな超嫌味芸術だっていう、うんうん、私の理解でございます。でなんか利休がやってるのはだから秀吉が黄金の茶室作ってたらそれに対して二畳の茶室とかを作るっていう、まあ、これはすごくこうステレオタイプ化されたやつですけど、その秀吉に対して逆にこう貧しさ全開を出すことで対抗するみたいなね、まあ、それで秀吉が怒って、うんうん、みたいな対立が生まれたんじゃないか、ね、はいはい、つまり秀吉が打ち立てたゴージャス美意識に対して
こういう美意識があるんだっていう美意識で対抗しちゃったわけですよね。うん、まあ、そうですね。それがその利休の死に関係があるんじゃないかみたいなことは、うんうん、よく文学なんかではよく、うん、書かれることでありますね。闇ですよ、茶人なんて本当に。なんてか、あのなんかね、なんか有名なエピソードありますよね。花全部切っちゃって、朝顔、ある時、ね、よく映画でとかでもここが使われるんだけど、ね、朝顔がバーって咲き誇っていて綺麗だっていうところにこう秀吉を呼ぶんだったっけな、呼ぶ時に秀吉がだから見に行く、評判なんで秀吉がじゃ見に行くって、そうそう見に行くってなった時にもう全部朝顔の花を切っちゃうんですよね、うん、で一輪だけ茶室の床にかけとくんです。嫌味以外の何者でもないですよ。秀吉に理解できるわけないじゃないですか。まあよく言われることですね。よく言われるあれですよね。つまりそのね、そうそうそう、で千利休って人は、まあ、おじいちゃんがね同房衆千阿弥だったんじゃないかみたいな話もちょっと前回いたしました。そうそう、金がないとできないのに金のないふり、金のないふりをするっていうね。まあそうなんですね。まあ、お茶ってね、まあ本当ね、昭和在ね、あの戦前昭和からやっぱみんな財界人の趣味がお茶ですから、んすみんなお金持ちがやってるんですよあれね。そうですよ、だから今東京の私立美術館なんてほとんど近代茶人たちが作って、根津美術館も静嘉堂美術館も三井記念美術館も後藤美術館もそうですね。後藤は東急かな、はいはい、とにかくなんか鉄道とか、あ、ミスター武士道さんも来ました。ありがとうございます。見ました、ミスター武士道様。あの1582年は本能寺の変ですね。有名な方じゃないですか。いやーすごいですね、有名なこうチャンネルの方も来て光栄ですね本当にね。 YouTuber にも登録者何万人もいる貧乏系 YouTuber。 なるほどね。まあそれを言い出したらさ、だって森永卓郎さんだってさ、なんか年収300万円で生きるみたいな本出したじゃないですか。でも自分はさ億と稼いでるわけじゃないですか。それさ、その話さ、うん、内田達郎がそうだって。そこだですよね、この辺ちゃん。なんだっけ、その、うん、貧乏ごっこみたいなね。つまり銀座にすごい銀座でホームレスごっこするみたいなのを、なんかそういう話昔もしてたんです。はい、まあね、そうそうそう、学者とかね、そう 知識人に多いかもしれないですね。まあ、でもそれはその利休がやってることって伝統的なことでもあって、その例えば、天皇とかね、宮中の人たちがやっぱすごくゴージャスなお庭を作るんだけど、うんうんうん、その中にこう貧乏住まいみたいなのを自分のお庭の中に作って、うんうんうん、まあ、隠居ごっこみたいな隠居してはいないんだけど、やっぱり中国の伝統ではその政治の世界を離れて山奥でひっそりと暮らしているみたいな、その隠居の美学みたいなものがあるんですよ。まあ、それに憧れて伝統的に日本の貴族たちはそういうことをやってたわけですね。マリー・アントワネットが自分のお庭の中でなんかちょっと田舎暮らし農家風なものを作ってみたいなね、そういう趣味はやっぱりお金持ちの中にはあるわけです。まあ、利休がやってることはそれをなんかこうエンターテインメント化したというか、一つの型にしたっていうことだと思いますね。森拓は最近月13万円で楽しく生きるという一人客をやっていたいやね、だいやまあいいんですけど、本人めっちゃお金持ちだからな。いやだからその受講の時も言いましたけどね、古市陰影のゴージャスパーティーみたいなものを知ってるから、うん、いやこの詫びがいいんですみたいなことを言い出すわけですよ。うん、まあそうね、だから最初からずっと詫びしいものしかなかったら全く新しくないじゃないですか。新しくないですよ。ただただみすぼらしいだけで終わっちゃいますからね。そうなんです、うん、だから利休も秀吉がいるからやってるわけですよね。竹林の試験は中世の日本でも知られてたんでしょうか。もちろん知られてました。それはね、あの禅宗の世界ではやっぱりね、うん、絵に描かれますし、竹林の七軒は江戸時代には女たちで描かれるやつ、見立てのね、見立て竹林七軒ってなります。はい、ありがとうございます。何の話だっけ。あ、アリスさんご質問ありがとうございました。そんな理解でございます。はい、ということでちょっと質問回答を続けますね。時間大丈夫ですか。
小座さん今日終電で帰るね。一応その予定ですけどね。終電じゃない終電じゃない別に、まあ、終電って決めなくて大丈夫。まだまだ8時台ですから大丈夫。早く終わったら早く帰れるもんね、はい、アリスさんからスパチャが ありがとうございます。ありがとうございます。いやアリスさんいつもありがとうございます。かやさん、かやさんという方がめちゃくちゃいろんな番組に、そうそうそう、 そうそう、かやさんありがとうございます。かやさんありがとうございます。なんていうの、チャプター、チャプターをつけて、何時何分何秒に何の話してる、こんな話をしてたってチャプターをコメント欄に作ってくれるんですよね。あれすごいですよね。ありがとうございます。あれで小田さんの、あの雑談にチャプターつけるってすごい難しくない？難しいですね。難しいと思います。見出しつけるのもセンスがいるというか、うんうんうん、そうですね。そんなね、ありがたいかやさんからご質問も来ております。こんにちは。お話楽しく聞かせていただいています。大河ドラマについて質問させていただきます。話題として使えそうであればお答えいただけたら嬉しいです。ストーリーや人物造形についてではなく、画面に映る小道具、セット、所作、衣装、エトセトラなどで、これは時代考証がちゃんとしているなと思ったことや、これは実際とは違うのではないかなど、研究者として気がついたことなどあるでしょうか。前々作キリンが来るでは、機長、これは登場人物の名前ですね、はいはい、信長の奥さんですね、信長の奥さんの縦膝座りが結構話題になりましたよね、うん、昔の大河で縦膝座りをしたら行儀が悪いとクレームが来て正座に直したという逸話を小和田先生のチャンネルで聞きました、ね、うんうん、昔に比べて時代考証に基づいた演出をするようになってきているのかなと思いますが、一方でまだまだこれはと思ってしまうものもあるのでは。かっこドラマで映える絵を撮るために致し方ない部分もあるのでしょうが。以上、長くなりましたが機会があれば話していただけると幸いです。どうぞよろしくお願いします。面白いご質問、そうですね、ありがとうございます。縦膝座りに関して言うと、これはあの春樹さんの方がお詳しいと思うんですけれどもだから絵には、ね、絵に描かれてるんですよ。あの風俗画とか、ね、そうですよね。あ、もうちょいマイクを近づけると、はい、すいませんでした、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。だから風俗画って、ま、その普通の人を描くっていうこと自体が戦国時代ぐらいから始まるから、うんうん、あのそれまだ鬼人の様子しかわからないわけですけど、そうですね、うん、でもその中戦国時代以降の風俗画を見ると、女性は多くは縦膝座りをしています ね、うん、すね。確かに。でもあれは、まあ、絵で見てたらそんなに気にならないけど、うん、ドラマでやってたら縦膝だなとは思いますよね、うん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 、だから、まあ、つまりかやさんのご質問は、その時代考証通りにやると違和感があるっていうことが、うん、あるってことですよね。でもそれについては、あの小田さんも前回ね、はい、なんか時代考証はもちろんするけど、うん、結局まあドラマエンターテインメントで見る人は現代人なんだから、うん、みたいな話ちょっとされてます、ね、そうですね。あとね、もう一つの問題としてですね、うん、その単純にお金の問題があって、つまり大河ドラマっていうのはですね、セットとか衣装とかを毎回毎回一から作り直しているわけではなくて、過去に作った衣装とか過去に作ったセットを使い回して流用してるわけですね。なのであの昔作ったやつだから、当然あのその後の研究を反映してはいないわけだけど、うんうん、でも、まあ、一から作るとなるとお金かかるから、結局昔のセットを使う、昔の衣装を使うって形になるので、それは当然なんていうんですかね、時代考証というか風俗時代考証というか、それは風俗考証っていうのが別にいるんで、風俗考証の先生の担当になるんだけれども、でもやっぱりそこはまあいくら風俗交渉の先生が言っても、いや そうは言ってもセットを一から作るわけにいかないんでって話にまあなってしまうわけですよね。でこれあとね、大河に限らず江戸時代の時代劇とかで、うん、もあの常に問題になるのが、うん、あの基本ってこれも春樹さんの方がお詳しいと思うんですけども、いやいや、その江戸時代の例えば町並みとかに関してもあの資料がいっぱい、浮世絵とかで資料がいっぱい残ってんのっていうのは江戸の後ろの方なんですよね、うん、そうなんですよ。文化文政とかなんかその辺とかになっちゃうんですよ。そうなんです。1800年の後ですね。そうそう、19世紀とかになっちゃうんで、19世紀ですね、ほとんど。だからあの
時代劇の、あの江戸時代を舞台にした時代劇とかでも、あの江戸初期の話とかでも、あの江戸後期の街並みにどうしてもなっちゃうんですよ。あの資料がないんで、江戸初期の江戸の町はどうなってましたかみたいな、明暦の大火前の江戸の町はこんな感じでしたみたいなのが よくわからないので、そうなんですよ、浮世絵とかに基づいて19世紀の江戸の町並みになっちゃうわけなんですよ。そうなんですよ。いや本当におっしゃる通りっていうか、まあ江戸時代って260年もあるんですよね。それなのに、うん、江戸のイメージってまあ江戸じゃないですか、うんうんうん、でほとんどの浮世絵とかいっぱいその江戸東京博物館でも展示してますけど、うん、当時の風俗が描かれてますよって出してる浮世絵はほとんどね1830年以降ですね、うんうん、もうあと30年したら明治維新になっちゃうじゃんみたいな時代のものが、ビジュアルイメージとしてはそればっかり残ってるんですよ、うん、で江戸の初期は本当に分かんなくて、うん、だから唯一江戸図屏風っていうのが、あ、唯一ではないんだけど江戸図屏風っていうのがその寛永の時代を描いている、うんうん、まあ、かなり江戸の初期の方を描いているので、うん、明暦の大火の前と後で江戸の街並みってバッツリ変わってしまうと言われてるんですよ、うん、そうですね、明暦の大火までは、うん、やっぱり戦国の気風を残してて、うん、江戸の中でも大名屋敷っていうのはすごくゴージャスに作られてる、でもすごい大火で燃えちゃうから、うん、それ以降はなんか防火対策みたいな、質素倹約を旨とせよみたいな感じで、もう大名屋敷とかもしょぼくなっちゃうんですよ、うんうん、だからその華々しかった江戸の街並みっていうのはほとんどの、あの、わからないですよね、状況がね、うん、だから庶民の暮らしなんか江戸の初期は本当にだからまあ風俗画が残ってますけどね、わずかにしかわからないっていう感じですよね。だこれは結構ね、うん、そういう限界があるんです、資料的な限界がね。そうなんですよ、交渉したくてもできないみたいなところが。そうそう、最近私そのハイパー江戸博っていうアプリを作ったんですけど、うんうん、アプリ、あの江戸の街並みに入ってわーってこう歩き回れるっていう、でその時に一番困ったのがその江戸時代の人の庶民の普通の暮らしのものってほぼ残ってない、うん、あ、そうですよね。例えばそうですよね、江戸博だから着物とか出したいじゃないですか、うん、当時の人たちが着てた着物です、持ってないですよ。ないでしょうね、それはないでしょうね。もうめっちゃお金持ちの人のゴージャスな着物とかなら残ってるけど、はいはいはい、普通に長屋に暮らしてた人の普通の服ですみたいなものってやっぱない、うん、分かんない、うん、これが江戸時代のものか分からないし、うん、まあ、ほとんどでも残ってないと思います。もう着古しちゃうんで、みんな着て、うん、そうですね、着倒して最後は焚き付けとかに使うので、そうそうそう、だから普通に生活してた普通のものが一番残らない、うん、でも江戸東京博物館ってやっぱ庶民の暮らしを、うん、お伝えしますっていう博物館だから、ね、まあ、いろんな資料から再現してお伝えしてるんですけど、うん、実物資料ってのはやっぱすごく乏しいですよね、うん、江戸でもそうなんだから、そうそうそう、江戸ですよ、もう中世ですよ、中世何が残って庶民のものって、まあ、もうないですよ、ね、まあ、本当にだからね、まあ、絵巻とかね、そういう絵画資料に書かれてるものぐらいしかもう頼りになるものはないですよ ね、 ね、でも庶民の暮らしのはもう中世はほとんどないでしょ。ないですね、ないですね、うん、まあ、だから残ってたらすごい資料的価値が高いっていうことに、ね、なりますよね。はい、そうなんですよ。面白い話、まあ、結構だから時代考証とか風俗考証っていうのはね結構難しいんですよ、そういう意味ではね。富士塚もなくなる、そう、まあ、江戸はまあ東京なんで宅地化の影響でいろいろなくなっちゃうっていう問題もありますね。富士塚が、ね、あのなくなっちゃうとかそういう問題もありますね。私だから江戸博に赴任して最初に言われました、うん、東京って江戸のもの全然残ってないからって言われて、うん、ね、まあ、地形とかはまあ残ってるんだけど、うん、物はどんどんだから、うん、東京は東京の歴史ってフェニックスなんだって教えられたんですけど、それ合ってます、ね、まあいつも燃えてますね、いつも燃えては復活するというね、復活神っていう感じでね、明治維新があったり関東大震災があったり第二次世界大戦があったりね、壊れてはまた
作り直して立派にするっていうのを繰り返してるっていう。結構難しいんだから、その例えばね、大奥ってどんなとこだったかみたいなのとかって、あの明治になってからね、その聞き取り調査とかやってるんですよね。大奥で昔、大奥でかつて働いてた人とかに聞き取り調査をやって、どう大奥の風習ってどんなもんだったんですかみたいなことを聞いてるんですよ。だからでもだからそれによって大奥っていうのが非常に特殊な、ね、世界だっていうのが分かるんだけど、でもそれはあくまで幕末の大奥がそうだったっていう話だから、そうそうそう、じゃあ江戸の前期とかの大奥はどうなのかっていうの、それは分からんわけですよね、はっきり言って。あとだから秘密主義なところもありますよね。つまり将軍家とか各大名家って、うんうん、その中でどういう風にしてるのかってあまり出さないから、だから江戸幕府が滅んだんで初めてね、そうそう、かつて多くに勤めた人たちが喋ってくれたわけだけどでもそれは幕末の話ですからね。そうなんですよ。だから江戸博で展示してる将軍家の暮らしとかも、うんうん、あ全部明治の、ほとんど明治の資料で、あの風俗画とかはね、うん、その絵で再現して、うん、こんな行事がありましたとかいうのは、うんうん、もう明治以降の記録ですね、確かにね。江戸時代もね、だから結構残ってる風俗画とか見ても本当に衣装とか髪型とかもすごい変わっているので、うんうんうん、260年ですからね。まあそう、そうまさにね江戸時代って一括りに言ってるけど260年もあるわけですから。そうなんですよ。だって今から260年前って今から260年前ってそれこそ江戸時代に、ね、江戸時代になっちゃうんですよ。だから明治になってから今よりも江戸時代の方が全然長い、うん、長いわけですからねっていうね。まだ明治から150年ぐらいしか経ってないんですか ね。でもそんな江戸時代よりずっと前の研究してるんだからね、うん、私はやっぱりこう中世とかに研究してる人に憧れがありますね、うん、はい、すいません。もう黒船来てないです。そうだよね、そうだよね、激しく雑談会になってますね。あ、かやさん、こういうことがやりたかったわけじゃないですか。そうそうですね、こういう楽しくね、ゆるく楽しいコミュニティを作りたかったわけ。かなりゆるい。そう、島原の乱も合戦を知らない世代が戦ってるんですよ。だから最初ものすごい犠牲出しちゃうんですよね。いきなり突撃とかやっちゃって、なるほどね、うん、型がわからない、型がわからないでいきなり突撃してすげえ犠牲出したりしてるわけですよね。なるほどね。だ武士道とかも江戸時代になってからですよね、うん、武士道精神みたいなことをこう盛んに。そうです。だからあれはだからさ、ね、だからね、だから実際の戦国時代は本当の戦ですから、うん、そんなねかっこつけてる場合じゃないわけですよ殺し合いですからね。でも実際殺し合いをしなくなるとね、うん、なんか精神性がどうのとか、ね、なんかすごい美化されてね、話が出てくるわけですよね。その辺のことが今度のご著書にはまあで出てくるかな、出てくるかな、出てくるかな、もうすぐですね、楽しみですね。はい、ありがとうございます。そう、板倉はね、うちあれは板倉はだから要するにね、知恵伊豆が来るとね、松平の仏那がこう来るってことになって、うん、これね、何としてでも来る前に落とさないと俺のメンツが立たないっていうんで、かなり無理やり突撃をした結果、案の定死んじゃったわけですよね。そう、大阪の陣の時もジェネレーションギャップがあったって話は前これでやったと思いますけど、大阪の陣の時もやっぱりその戦争経験してない、実戦経験がない人たちが徳川方に結構いて、でそれが真田丸に突っ込んで真田丸にでボコボコにやられたんですよね。なるほどね。そうかそうか。ちょっとちゃんと読んでないんですけど、うん、江戸若者講っていう本があってそれってその江戸時代初期に若者たちが戦国時代の、うんうん、なんか昔戦国時代というのがあったらしいみたいな、うんうん、憧れてやんちゃする人、まあ、歌舞伎ものとかそう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 、歌舞伎ものとか、まあ、橋脚とかですね、ヤクザものの系譜っていうのも、はい、まあ、やっぱちょっとその、うん、なんだろう、戦国時代に憧れを持つ人たちの系譜っていうのがなんかあ、そうそう、真田丸の塩瀬コントだから、そう、
家康が塹壕の掘り方を教えた。そう、そうなんですよ。だからもう結局もう城攻めのやり方そのものを若い人たちはもう分かってないみたいな感じで、あのね、遮蔽物を作って自分の身を隠すみたいなね、そういう基本的なことも知らずに突撃して犠牲を出したりとかしてたんですよね。そうかそうか。家康はなんか経験豊富っちゃ経験豊富なわけですね。それは歴戦のあれですからね。そういうことか。ありがとうございます。なるほど。再建すれば特大の目玉観光地になるのに、とうとう再建できなかった仙台の青葉城、つまり伊達政宗の城も、どの時代の青葉城を再建するか論争のせいで再建できなかった。なるほどね。それはあると思いますね。なるほどね。確かに。戦国無双でゲームするときずっと伊達政宗使ってました。そうですか、うん、なるほど。あの一人だけ若いんですよ、うん、あ、ね、あ、年が若いのかな。若い。で確かに伊達政宗一人だけこうちっちゃくて、うん、あと独眼竜が可愛くて、うん、ずっと伊達政宗、ね、なんて浅い歴史知識を述べて。いやいやいや、ありがとうございます。いや、質問面白いから盛り上がりますね。かやさんのご質問でした。縦膝についてはどう思うんですか。縦膝にしてもいいじゃないかみたいな。まあ、まあ、これなんかいや縦話題になったっていうのちょっと分かんないんですけど、いやだから縦膝をやったら、いや文句クレームが来たってこと。そうそう、ね、なんか行儀が悪いみたいな。そうそうそう、違和感。だからそこが難しいわけですよ。時代交渉に忠実にやろうとしたらかえってクレームが来ちゃうみたいなね、うん、そういう難しい問題があるんです。そう、真田信之とか立花宗茂がおとぎ衆として重宝されたっていうのは多分そういうところはもちろんあると思います。あと単純にね、家光がね好きなんですよ、あの戦国生き残りじじいのことを。だからやっぱりなんか憧れがあるんですよ。あの家光もそうだし、あの紀伊の、徳川頼信でしたっけ、なんかつまり戦国時代を実際に体験してない若い世代って、なんか戦国時代に対する憧れがあって、なんかその時代の血湧き肉踊る話を聞きたいみたいなのがあるんですよね。、うん、いやそうですよね、うん、いやそれ江戸若者の頼信ですよ ね、 ですよね。なるほどね。そうそうそう、あ、家光ってそういう感じなんだ、うん、なんかおじいちゃんを偉い検証するじゃないですか、うんうんうん、そういうノリ。ああそうそう、だからやっぱ戦国時代への憧れがあるんですよね。あ、そうなんだ、うん、そうそう、大久保のじいさん、ね、大久保彦左衛門が人気になるっていうのもそうだと思います。やっぱりね、戦国時やっぱり武士の本質って戦いなんで、戦闘者であるところに武士の本質、まあそれこそね武士とは何かっていう本を出しますけども、はい、楽しみですね。だからやっぱ武士って戦うことが本質なんで、平和になってもいや俺たち本来は戦闘者っていうのがあるから、やっぱり戦国時代の憧れがあるんですよね。なるほどなるほど、うん、そうですよね。だから今言うに言うと戦士オタクみたいなね、でなんか戦争知らないけどなんかサバゲーやっちゃうみたいな、そういう感じの。あとの鎧兜とかも作ったりするじゃないですか、はいはいはい、あれはだから儀礼的な意味があるんですよね、うんうん、実際戦うわけじゃないから、うん、ではそういう家柄とかを示すために作ったりとか、うん、刀とかもそうですよね、うんうん、だからこういう話すると江戸をディスる方向にしか行かないですね、基本的に。あの本当に江戸ってダメな時代だなみたいな。なんかそれさ、ハルキさん、じゃハルキさんがいつもおっしゃって、私は別に江戸がダメとは言ってない。ハルキさん自身が江戸って朝とかってさ、よくおっしゃってるんで、ね。ダメっていうかなんかこう残念な時代だなみたいな。ディスってるじゃん。思いっきりディスってるじゃん。なんかこういつも歴史の話してると江戸ってさププみたいな。なんでそうなっちゃうの。江戸を研究してんのにさ、なんでそんなにするの。江戸ププみたいな感じがあるのは不思議です、ね、いやいや江戸の扱い、いや面白いんですよ、面白い、チャラい、本当にチャラい感じがする、チャラい、軽薄、チャラい、軽薄、ね、いやでもそれってすごいステレオタイプな感じがするじゃないですか、うん、でも本当にそんな感じがする、ね、なんかそのいやいや、まあ真面目な人ももちろんいたと思いますけどね。はい、いや、ありがとうございます。ご質問続きいきましょうか。盛り上がりましたね。なんかやっぱ大河つながりの質問盛り上がっちゃいますね。
さっちゃんさんからいろいろご質問いただいて、私の来月出る本に関するご質問なので、ちょっとこれはまた改めていたしますかね。さっちゃんさんありがとうございます。龍蔵さん、文章の正変時に吉見は山名から細川の順で逃れたとのことですが、吉見の後見人は細川なのに先に山名を頼ったのはなぜなのでしょう。いきなり応仁の乱、応仁の乱。いやそれこそ今日この後一応やろうとしてるミニ講義、一応 まだ大丈夫でしょう。大丈夫、あれ結構パッと終わるんで、ミニ講義なんでパッと終わるんで大丈夫と思うんですけど、このそのミニ講義でもパッと触れると思う、ちょっと触れようかと思ってたんですけど、そもそもですね、吉見の後見人が細川勝元であるっていうのは応仁記っていう後になって作られた物語にそう書いてあるのであって、その同時代資料では別に後見人とかっていう風にはっきり書いてある資料はないので。あ、リュウゾさん、ありがとうございます。1466は、オニョラの前の年、文章の政変が起こった年ですね。なるほどなるほど。でだ、吉見の後見人が細川かどうかっていうのも実ははっきりしないわけですよね。だから私はちょっとそれ怪しいなというふうに思ってるんですよ。応仁記がそう書いてあるっていうだけで、文章の正変スパチャ、なんかもう単語がおかしくないですか。まあ確かになんかね、単語の組み合わせが面白いですね。応仁記はだからやっぱ一目子悪女説っていうのは基本的には応仁記が作った話だと思いますね。はい、ということで、はい、ありがとうございます。ということで、じゃあ後座さんの日野富子悪女説を再考ちょっとやりましょ う、ね、じゃちょっとセッティング変えますので、はいはい、つないでください。はいはい、短くて2時間、いや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 、本当に今日はコンパクトに話そうと思ってますよ。なんかね、いつもなんか私が喋り出すと結局長くなってしまうという問題があるんですけど、今日はサクッとやろうかなと思ってます。いや別に時間は終電に間に合えばね大丈夫か、ピントまだ始まってなかったいやでもこう、いや私はでもなんかこういう雑談ができるのがいいとこだと思ってるんで、なんかこう緩い感じで歴史のね、歴史とか美術の話をなんか雑談できるコミュニティみたいなのがいいかなというふうに思います。むっちゃ待ったわ正直、すいませんすいませんはい、というわけでお二人の雑談すごい楽しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、今回りのツボネはね、出すと話が長くなるんで、その辺はちょっとカットしました。落語家が枕しか言わないのと同じ。まあ、亡くなったね、あれ柳屋小三治師匠はね、枕が面白いことで有名で、枕だけを集めたような本とかもあったりしますけれどもね。それが真に面白い感じしますけどね、うんうん、そっちの方が。小田さんのこの日野富子悪女説を再考するは、まあ鬼の乱会の補足的な感じもありって感じですかね。鬼の乱会 の補足ということですね、要するにね。はい、で、じゃあ進めましょうかね。はい、よろしくお願いします。ああ、柳屋亮太郎さんも面白いんですね。パチ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 。まあ俗に日本三大悪女というふうに、はい、まあ言われるわけなんですけど、はいはい、まあ北条政子、うん、日野富子、うん、淀殿というふうに、うんうんうん、まあ、まあ言われるわけですね。まあちょっとだからまあ結局その悪女によって家をが潰れてしまう。だから北条政子の場合は、まあ嫁いだ先の源氏将軍家を、
まあ、実質的に滅ぼしてしまったという、まあ、富子が、あ、富子じゃない、北条政子が、まあ、北条家、実家の北条家のために、まあ、源氏将軍家、嫁ぎ先の源氏将軍家を犠牲にして源氏将軍家を滅ぼしてしまったということで、うんうん、まあ、悪女ということですね、うん、で淀殿というのはあの秀頼のお母さんですよね。豊臣秀吉の、まあ、跡継ぎである秀頼のお母さんで、でまあまあその、まあ、政治のこと全然分かんないくせに政治に口をいろいろ口を出した結果、結局その嫁ぎ先である豊臣家を滅ぼしてしまったということで、まあ、悪女ということなんですね。で、まあ、日野富子は、まあ、滅びてはいないんだけど、まあ、日野富子のせいで応仁の乱が起こって、それによって、まあ、室町幕府が非常に衰えた、足利将軍家が衰えたということで、まあ、富子が政治に口を出したせいで、まあ、室町幕府、足利将軍家はひどいことになってしまったっていうことで、まあ、俗に日本三大悪女みたいなことを言ったりするわけですよね。経済的な意味なんですね。そうですね、はい。で、まあ、日野富子はでも本当に日野富子は悪女なのかっていうのはやっぱりちょっと疑問で、まあ、前あの鬼の乱のことを話した時のチャット欄でもコピペしてる、まあ、そうそう、まあ、日野富子は本当に悪女だったのかとね。日野富子は悪女じゃないって御座先生が言ってたのが、まあ、印象的だったと、まあ、いうね、うんうん、書かれてますね。鬼の乱で書いたんで、うん、陰謀の日本中世史でも書きましたかね。だからそれであの、まあ、それが印象に残ったっていう方も結構いて、で、まあ、私の本を読めば分かるといえば分かるのかもしれないんですけど、まあ、一応ですね、せっかくなので、まあ、前回の講義の補足ということで、まあ、ちょっと簡単に、まあ、日野富子悪女説について、まあ、ご説明をしようかなというふうに思います。うん、あ、そう、シンクロが走るでは、あの、日野富子は悪女として描かれてないですね。で、あれは最新の研究に、学んで、多分、悪女として描いてないんだと思います。はい。で、じゃあ、はい、次行きましょう。で、まあ、ここは前に挙げ、うん、やった時と一緒ですけど、はい、まあ、おさらいですね。はい、まあ、一般的には応仁の乱というのは、うん、まあ、将軍家の家督争いであるということで、つまりあの八代将軍足利義政、銀閣を作った八代将軍足利義政が、まあ、最初は弟の義見を跡継ぎにするという話だったのに、まあ、義政の性質である日野富子が男の子を産んだ、後の足利義久ですね、義久が生まれたことで富子が義見ではなくて自分の息子の、自分がお腹を痛めて産んだ子供である、義久を将軍にしたいということで画策した結果応仁の乱が起こったというのが通説なわけです。だつまり、まあ、簡単に言ってしまうと、我が子を将軍にしたいという母親のエゴ、うん、女性のわがままによって応仁の乱が起こったというのが、まあ、通説的な、まあ、理解なわけですね。うんうん、あ、結城正美先生、応仁の乱を読んだというコメントがあった。いや、多分ぶっちゃけあの私もあのシンクロ走る読んでますけど、特に応仁の乱の描写に関してはあの明らかに私の本を読んだなっていう形跡が認められますね。はい、で、だから、まあ、ともかく富子が母親のわがままエゴで応仁の乱を引き起こしたっていうのが、うん、まあ、古典的な理解、はい、これはだからそれこそ戦国時代、江戸時代の段階から、まあ、そんな風にまあ見られてたってことですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、そしてで、ところが前もお話ししましたが、義政、要するに義政はこの問題を解決できなかった。つまり次の将軍を義見にするか義久にするかで、つまり自分の弟である義見を次の将軍にするのか、それともその富子が産んだ義久を次の将軍にするのかっていうことで、義政はそれを、優柔不断な義政はそれを決めることができなくて、でそれによって応仁の乱が起こってしまったというのが、まあ、通説的な古典的な理解だったんですけど、まあ、実際にはそんなことはなくて、
あの明らかに義政は義見を後継者に、しようという動きを見せてるんですよね。で、あの義見を次の将軍にして、でその後で、義久が大きくなったところで義見を、義見から義久に将軍の位を譲る、つまり義政、弟の義見、子供の義久という形で将軍の地位をリレーしていくという義見中継ぎ案を明らかに考えていたということが、あの分かるわけです。だそれは義見の官位が上がっていることからも明らかですね。だから義見の官位は、あの義久が生まれた後も、義見の官位というのは順調に上がっていってる。義見の官位がなぜ順調に上げてるのはなぜかというと、これは義見を将軍につけるためというふうにしか、まあやっぱり解釈できないと思うんですね。つまり将軍になる、将軍にするためには将軍に見合っただけの官位を朝廷からもらっとく必要があるので、だから義見を将軍にするための準備として義見の官位を少しずつこうやって上げていっているというふうに捉えられるので、だからまあ、あの義見が次の将軍になるというのは明らかに規定路線だった。だから義政はどっちにしようかなと、義見に譲るって約束したけど、でもそれ言ったら奥さんに怒られるから富子怖いしなっていうイメージあるじゃないですか。漫画とかでもそう書かれてる大体。なるほどね。うん、なんか義見に譲るって約束したけど、それやったら富子怒るよなみたいな感じで迷うっていうのが大体あの通説的なイメージなんだけど、まあ、実はそんなことはない。で、そうです。あのコメント欄でもあったように、義政は多分大御所政治を行おうとしていた。つまり義見に将軍の地位を譲るんだけれども、じゃあ義政が完全にね政治の世界から隠居するかっていうと、多分そうではなくて、あのいわゆる大御所、だ徳川家康が秀忠に将軍の地位を譲った後も大御所として政治の実権を握ったみたいな形の政治を多分行おうとしていたんだというふうに思われますね。で、前もお話しましたように義見の奥さんというのは日野富子の妹ですから、まあ日野富子から見て義見というのは、まあ義理の弟にあたる。でだから、まあ、富子もまあ、自分の息子の義久が大人になるまでの間という条件付きであるならば、あの義見が将軍になることに富子が反対する理由はないということですね。そうです、幕府版の院政を敷こうとしていたと、思われます。あのなるほど。実際義見って官位は上がってるんだけど、その義見のなんていうんですかね、その権力基盤はすごく弱い。だ義見になんかすごい財産を分け与えたりとか、家臣を分け与えたりとか、そういう形跡がないので、義見が独立して自分の力だけで将軍として政治を行うっていうのは多分無理な感じなんで、実質的には義政が、あの政治の実権を握るっていう形に多分なったんだと思います。でだからこれはやっぱりなんでかっていうと、あのだから義政は自由になりたいんですよ。自由になりたいんだけど、自由になりたい、つまり将軍としてのあの諸々の、将軍だと諸々の行事お仕事があるわけですね。でそういう仕事はやりたくない、うん、そういう仕事はやりたくないんだけど、お金は欲しい、うん、なぜならお金がないと自分のね追い求めてる文化芸術活動ができない。あ、やっぱりそっちは大事なんだ。だけど、うん、お金は必要だけど、あの一方で時間も欲しいわけですね。仕事をしてると時間がない。あ、だけど仕事を辞めるとお金がないっていう、ね、この、まあ、我々現代人が常に抱えてる問題ですよね、はいはい、お金と時間をどっちを取るかっていうね。あの仕事しまくるとお金は入るけど時間がなくなる、うん、仕事しなくなると時間はいっぱいあるけどお金がない、うんうん、だこれをどうするかというと、仕事を弟にやらせてあのお金が自分のところに入ってくる仕組みを作ればいいのではないかということですね。大御所政治ってそういう、基本的にそうです。大御所政治ってものすごくざっくばらんで、楽して金は得たいって、そう楽、あの自由に楽して金を得たい、な理事長になるみたいな感じ。そうです、そうです。なるほど、まあ、現代にもつながっている文化、大御所というセミリタイア、そうセミリタイアをやりたかったんです、ね、吉間さんね。完璧リタイアしちゃうとお金が入ってこないから文化芸術活動できないんで、
セミリタイアして自由な状況、そう、義満が北山殿としてやったのと同じパターンですね。義満は息子の義持に将軍の位を譲って自由な立場になって、それで金閣作ってっていうふうにやったんですね。だからこれもだから義満は権力は手放さない、実権は握ってる、実権は握り続ける、なぜなら実権を握ってないとお金が入ってくる。なんやりたい放題じゃないですか、やりたい放題。義政はおじいちゃんの義満のことやっぱすごい憧れていたので、うん、義満みたいなことをやりたいと思ってたわけですよ、うん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 、だから俺も将軍をやめセミリタイアして自由にやりたい、うん、ね、仕事はしないけど金は欲しいというね、分かりやすい、まさに現代人の欲望をそのまま実現しているわけですが、なるほど、ね、まあじゃあ次いきますか、はい、次いきましょう。で、この、まあ、この辺も前回説明しましたけど、まあ、あの日野富子の妹の日野吉子、足利義美の奥さんである、足利義種が、生まれたわけです。でこれでまあ一般的には日野富子が、足利義美義種を敵視するようになったというふうに、まあ、一般には言われてきたんだけど、これも、まあ、実はそうではないという話を、前回したと思います。つまり、義久が亡くなるリスクもある、子供だから成人するかどうか分かんない、病気で亡くなっちゃうかもしれない、当時の状況だと、だから、まあ、保険をかけておく必要がある、うん、だからそこがまあ義満義種になるから、うん、やっぱり日野富子と義満義種がまあ対立していたというふうに、考えるのは、まあ、やっぱりちょっと厳しいだろうなというふうに私は思ってます、うん、はい。で、次行きましょうかね、はい、で鬼の乱の真の原因で、鬼の乱じゃあなんで起こったのかってことですね、うんうん、つまり将軍家の家督問題、つまり義満が次の将軍になるのか義久が次の将軍になるのかで揉めてたっていうのが、まあ一般的な鬼の乱の理解なわけです。だから日野富子が悪いっていう話になるわけなんですけれども、そうではない、うん、基本的にはやっぱり鬼の乱って細川勝元と山名宗全が対立したことによって起こったのが鬼の乱なんですね。この細川勝元と山名宗全というのは、まあ、前回の鬼の乱の講義でもご説明しましたけれども、もともとは仲が良かった、つまり細川勝元の奥さんというのは山名宗全の養女ですから、山名宗全というのは細川勝元の義理のお父さん、だから細川家と山名、細川と山名というのは同盟関係にあったわけですよね。でじゃあこの同盟関係にあった細川と山名がなんで対立することになっちゃったかっていうと、これは畠山家の家督問題が影響してるんですね。で細川勝元はその前々からこの畠山家の家督争いっていうのは畠山義弘という人と畠山政長というこのいとこ同士が延々と争ってきたわけなんですけれども、細川勝元は前からずっと政長の方を支援してきたわけです。で山名宗全は細川勝元と同盟関係にあったんで、あまりその畠山家の問題にはあまり首を突っ込まないようにしてきた、まあ、細川勝元のが政長を支持するっていうのをに対して、まあ、まあ消極的、積極的な支持とまでは言えないまでも消極的には支持してた、うん、宗全もまあ一応政長の方を支持するという感じだったわけです、うんうん、ところが、うんうん、それを文章の政変以降、はい、ひっくり返したわけですよ、うんうん、今までは政長だったのに義弘を支援しだしたんですね、うん、急に、うん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 、で今までは細川勝元は政長を支持してて、宗全、うん、もまあまあ政長かなと、うん、勝元が応援してるからまあ政長かなみたいな感じだったのに、うんうんうん、逆に政長のライバルである義弘の方を支援しだしたんですね、うんうん、だこれはもう完全に細川と、うん、戦いますよって話になるんですね、うん、なるほど、喧嘩売ってると、うん、細川に対して喧嘩売るということなわけで、この政長を支持している勝元に対して宗全が
畠山義弘を支持するようになったっていう、ここがあの応仁の乱の根本的な問題なんですよ。で次の将軍を誰にするかじゃないんですよ、うん、次の将軍を誰にするか問題は、うん、勝本も宗全も意見は基本的に一致している、うん、つまり義見です、うん、義政の弟の義見が将軍になるってことに関しては勝本も宗全も意見の対立は基本的にない、うん、じゃあどこが対立してるかっていうと畠山家問題、うん、畠山勝本は畠山正成、うん、で宗全は山の宗全は畠山義弘って形でこの完全に敵対条件180度違う敵対関係になっちゃってるの でこれであの戦うことに、まあ、なってしまったってことですね。なるほどね。そうだ、畠山義弘が悪い基本的にはね。はい。で、ところが、うん、応仁記という資料によってですね、これが応仁記という資料なんで、これは江戸時代の版本ですけど、はいはいはい、あのまあ、応仁記という資料がありまして、だこれがいつ成立したかっていうのが結構いろいろ議論があるんだけれども、あの、まあ、やっぱり応仁記の多分 元の原型はやっぱり戦国時代には成立していたと思います。あの今残ってるのはこう江戸時代にね刊行されたようなものしか残ってないわけですけれども、あの基本もともとの原型は多分戦国時代に多分成立してたと思うんですが、この応仁記が、うん、あの富子悪女説を作ってしまったんですね。で、次行きまして、はい、その応仁記っていうのはあの全然違う、さっき言った話、つまり日野富子が、うん、あの我が子かわいさ、うん、我が子かわいさ、うん、あの母親のエゴで、うん、そのゴリ押ししてね、うん、あの義久を無理やり将軍にするために山の宗全を引き込んで、うん、応仁の乱を引き起こしたって話は基本的に応仁記に書いてあることなんですよ、うん、だからこれは同時代資料には出てこない話なんですよね、うんうんうん、で、うんうん、史実を見ていくと、うん、その山名宗全って、うん、いやほあのつまり応仁記の説明だと、うん、足利義見の後見人が細川勝元、うん、で、足利義久の後見人、つまり日野富子と組んでるのは山名宗全だから、うんうん、細川勝元、足利義見連合バーサス山名宗全日野富子連合っていう図式になるんです、うん、あの応仁記だと、うん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 、ところがだから足利義満と山名宗全っていうのは本来、うん、あの応仁記によれば敵対関係なわけですよね、うんうんうん、義満は細川勝元にくっついてて、うん、山名宗全は日野富子にくっついてんだから、うんうんうん、山名宗全と足利義満っていうのは敵対関係、うん、対立関係ってことになるはずなんだけども、うん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 、どうも同時代史料を見ると対立してるっていう感じがあまりない。うん、で、これ先ほどの質問が何さんでしたっけ？龍蔵さんですかね。文章の正編の質問。そうそう、文章の正編の説明。龍蔵さんが、ご指摘されてますけど、あの文章の正編が文章の正編っていうのはだから伊勢貞親の陰謀によって足利義満が殺されそうになった事件ですけども、この時足利義満が最初に助けを求めたのは細川勝元ではなくて山名宗全なんですよ、うんうんうん、だから本当にね宗全と義満が敵対関係だったら、うん、義満は宗全に助けを求めるはずはないわけですよ。なるほど。だから義満が真っ先に助けを求めたのが宗全であるってことは、まあ、この二人はまあ親しかったんだろうというふうに考えられるんですね、うんうんうん、だからあの応仁記の言う足利義満細川勝元連合 VS 日野富子山名宗全連合っていう図式が、まあ、そもそも成り立たないということになるわけですね。でさっきも言いましたけど日野富子と義満が仲が悪いって話も怪しいわけです。先ほど言ったように富子の子供である義久が成長するまでの、まあ、中継ぎとしてだったら義満が将軍になっても
おかしくないと、いうことに、なるわけですね。なるほど、なるほど。なんで足利義満細川勝元連合対日野富子山名宗全連合って書いてある応仁記の記述っていうのは同時時代資料では検証できない、つまりまあ成り立たないということになるわけです。次いきます。はい、でだからつまり応仁記だとこう書いてある、うん、応仁記だと、応仁記だと日野富子足利義久山名宗全連合対足利義満細川勝元連合っていうふうに応仁記には書いてある、うん、でところがあの応仁の乱って、うん、その応仁2年になるとですね、うんうん、全く違う図式になってるんですよ本当だ。足利義満と山名宗全が西軍についとして活動してて、うんうんうん、日野富子足利義久細川勝元が東軍ってことでまるで逆になってるんですよね、うん、だこれが明らかにおかしいわけですよ、うん、でこれがね、うん、あの従来応仁の乱が、うん、あの複雑回帰難解と言われてた理由の一つで、うんうん、つまり応仁記にはこう書いてあるのに、うん、応仁の乱が勃発して1年経ったらまるで逆の図式になっててこれどういうことなのっていう話になったんです ね。でそれはしかしよくよく考えるとそもそも応仁記の記述そのものを疑ってかかるべきなんじゃないのかというのが、うん、まあ、学習院大学の家永淳二先生の、うん、まあ、ご研究で私も基本的にはそうだと思うんです。だからやっぱ応仁記にの記述を今までの研究は信じすぎてたんだと思うんですね。小座先生が教える。だこれあれです。あのゴローデラックスで出た時に作ってもらったやつを流用したのでこんな感じになってるんですけども。わかりやすい。はい。はい、で、で、じゃあ応仁記はなぜねそんなことを書いたのかっていうことなんですけど、うんうん、あのだこれはこの説はこのね応仁記はなぜこんなことを書いたのかっていうことに関しては批判もあって学会では批判もあって家永説が学会の定説になってるわけではないんですが、うん、まあ、一応ここでは家永説を紹介したいと思います、うんうん、で応仁記って非常に不思議な資料なんですよ、うん、応仁記っていうのは応仁の乱について書いてるから応仁記なわけなんですけど、うんうんうん、応仁の乱というのはあの先ほどじゃない前回の講義でもご説明したように11年間戦ってるんですよ、うん、ところが応仁記って最初の1年だけ異様に詳しいんですよね最初の1年だけものすごく詳しく書いてて そっから一気にそれからみたいな感じそれから何年みたいな感じですげえぶっ飛ばすんですよ中略みたいな。そうそうそう、なるほど。でこれがまず不自然だろうというわけですよ、うん、で、うん、でなぜ、うん、そのような、はい、図式になるかというと、はいはい、これやっぱりその応仁ちょっと一回画面戻ってもらってもいいですかね、はいはい、だこの図式が困るんだと思うんですよ。なるほど。つまり応仁2年になっちゃうと、うん、なぜか足利義満と山名宗全が西軍で、うん、日野富子足利義久細川勝元が東軍って形になって応仁記の図式と正反対になっちゃうんですよね。だから応仁2年以降の話をしだすと、うん、あれこれ今までの話何だったのってことになっちゃって、うん、うまく説明がつかなくなっちゃうんで、うんうん、それでまあ応仁2年以降の話っていうのは、うん、まあ、ほとんどすっ飛ばすみたいな、うんうん、まあ、状況に、まあ、なってしまった、うんうんうん、っていうことだと思うんですよ、うん、でじゃあなんでその応仁記がその応仁2年以降すっ飛ばすみたいなことまでして無理やりこういう図式を作り上げたのかってことなんですけれども、うん、だこれがちょっとまた、先ほどのところに行ってもらうと、はい、これは家永淳二先生の説なんですけど、うん、応仁記っていうのの情報源が細川貴国の周辺なんではないかっていう説なんですよね、はい、細川貴国って誰かっていうと細川勝元がいて、うん、細川勝元の子供が細川政元という人です。で細川政元の、
容姿が細川貴国って人なんですね。でこれも非常にややこしい話なんですけども、あの足利義実、はい、足利義政の弟が義実で、義実の息子が義実なんですが、この義実っていうのは、まあ、前回とかもちょっと話題になったと思うんですけど、明王の政変というクーデターで将軍の座を追われて、うん、あの全国を放浪するようなね、助けてくれる大名を探すためにあちこちこう逃げ回るような、うん、亡命生活を送るっていうね、かわいそうな人なんですけど、はいはいはい、あのまあ紆余曲折があって、うん、義実が細川貴国と手を組むことになった、うんうん、で細川貴国が義実と組むっていう形になる、これがつまりこういう図式になるんですけど、あのだこの時に、うん、あの今までつまりね、あの敵だったわけです。あのそもそも足利義実を将軍から、うん、座から追いやったのが細川政元なわけですね。なるほど。でその細川政元の養子が細川貴国なので、うんうんうん、本来敵だったわけですけど、うんうん、手を組むことにしたわけですよ。なるほど、状況が変わったので。ほうで、おで、でその時に、うん、まあ、トップ同士はまあいろいろな思惑もあって、うんうん、手を結ぶにしても、うん、あのやっぱ家臣たちはね、いろいろわだかまりがまあある。まあつまり自分の親とか親兄弟があいつに殺されたみたいなね、ね、なんであいつと手を組まなきゃいけないんだみたいな、そういう不満みたいなのがあのあったんだよね。でそこであのその問題を克服するために、うん、あの過去を改ざんしたんではないかっていうのが家永淳二さんの説で、つまり歴史修正なんですよ。そう、歴史修正。いや、実は足利義実のお父さんの足利義実と、うんうん、それから細川貴国の、まあ、養父である細川政元のそのまたお父さんの細川勝元っていうのは、うん、実は固い絆で結ばれてたんですと。足利義実の後見人は細川勝元だったんだよっていう歴史修正を行ったんじゃないかと。あ、でそれで、ね、だからつまり我々はなんか敵同士だと思ってるかもしれないけど、実は父親の代とかに遡ったら仲良かったんだぞと、ね、だからあの仲良かったあの頃に戻ればいいじゃないかっていうストーリーを作ったんじゃないかと。でだから義実の後見人が勝元みたいな話を応仁記は書いた。ところが応仁2年になると、先ほど見たように、また戻ってもらってもいいですか、はい、先ほど見たように足利義実と細川勝元は対立陣営に、うん、敵対陣営にいるわけですね、うんうん、なるほど。なのでこれは都合が悪いので、この辺は中略みたいな省略みたいな感じになると。怖い。でそれで、まあ足利で足利義実と細川勝元が固い絆で結ばれてたと、うん、いうことになるとですね、はいはい、じゃあ足利義実を敵視して排除しようとした人って誰になるの、うんうん、っていう話が出てきた。そこで出てきたのが日野富子。敵を作らなきゃいけなくなった。で日野富子に大乱の元凶の濡れ衣を着せたんじゃないかっていうのが、これが家永淳二さんの説ですね。面白い。だから、まあ、まあちょっとあまり話がうまくできすぎても本当かなという部分もあることはあるんだけど、まあ一つの説明の仕方ですね。だまあ私そういう、だって応仁記ってやっぱり不自然な話なんですよ。あの応仁期と言いながら応仁元年の話ばっかりしてて、あの応仁がさらに言うと細川と、ね、畠山の絆っていうのも、うん、
結構書いてるんですよね、うんうんうん、細川と畠山が力を合わせて細川勝元と畠山正長っていうのはあの盟友でね、でこの2人が力を合わせて小国寺合戦で頑張って戦ったんですみたいな話をしてるわけです。でこれもなんでかっていうと細川正元っていうのがあのその明王の政変のクーデターの時に細川正元が畠山正長を殺してるんですよ。はあ、だここもやっぱり敵なんですよ。はあ、敵対関係だったんだけど状況が変わったんで手を結ぶことでした。でその時にいや確かに一時敵対関係になってたことがあるけれども、そもそも遡ると細川勝元と畠山正長は固い絆で結ばれていたんだと。だからその時に戻ればいいんじゃないかっていうことで作られた話が応仁記なんじゃないかっていうのが言わせてますね。で、まあ、面白すぎるんでそこまで断言しちゃっていいのかっていうのは当然批判はあって、実際には応仁記の成立ってもっと後なんじゃないかってね。あのこれだと結構あのだから本当に戦国時代、あの戦国もしかも結構戦国の早い時期ですよ、うんうんうん、だから武田信玄とかねそれよりもっとずっと前の、うんうん、あの時期なんで、そんな早い時期に応仁記が成立してたのかと、あのもっと下るんじゃないかっていう説もあるんですけど、うんうんまあ、一つの説明としてはまあ大変魅力的であるってことですよね、うんうん、なるほどでございます。で、あのでこの日野富子の話って、うん、なんか時代が下るごとにどんどんその、うん、盛られていく、盛られていくんですよね。江戸時代になると、うん、あのそもそも足利義久っていうのは、うん、あの足利義久っていうのは足利義政の子供じゃないみたいな、不義の子であるみたいな、そういう話とかがね作られていくわけ。それでどん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 ね悪女ぶりがこうね、悪女好きだから、悪女ぶりがどんどんパワーアップしていくってね。いや面白いわ、いいっすね。あそうそう、よ、富子が義胤を毒殺しよう、そうそう、なんかそんなような話も確かあったような気がしますね。だなんかともかく、ともかく富子がひどいっていう風な話がどんどん大人気で作られ、さらに盛られていくっていう状況ですね。面白いですね。そうそう、ゴシップ的なんですよ、あまりにも大人気の書き方って。なるほどね。だやっぱり、まあ、このね、なぜ大人気が作られたのか、誰がどういう意図を持って大人気が作られたかっていう、うん、この家長さんの説明が正しいかどうかっていうのは確かにいろいろ議論が必要だと思うんですけど、うん、少なくとも大人気に書いてあることを鵜呑みにするのはかなり危ないと思うんですよ。ものすごいゴシップ的なわけですよ。悪女が暗躍したことで応仁の乱が起こったって説明だから、うんうん、やっぱりなんつうか歴史ってそんな単純なものではないだろうっていうのがあるわけですよ。そうですね、うん、まあお芝居にはぴったり、お芝居的なんですよ、非常にゴシップ、うん、ワイドショー的なね、うん、昼ドラ感が、昼ドラワイドショー感がすごく強いなるほどね。大体ほら絆を歌うのって絆がこんなにあるんだっていうのは大体怪しいです、うん、大体怪しいです、ね、絆が本当にあったらそんなに言わない言わないからねなるほどね、面白いですね。でさらにだからこの細川と畠山に関して言うと、うん、このあれなんですよ、あの家臣同士の絆みたいな、家を超えた家臣同士の絆みたいなのも書かれてて、細川の家臣の安富元綱っていう人と畠山の家臣の神保長実っていう、ね、うん、人物、この安富と神保のなんか絆、うん、まあ、ありていうとちょっと男色関係的な感じの絆みたいなのも大人気は描かれてるんで、ね、なんかさ頑張って見つけてきた感が、明らかにそのなんつうの盛り上げようとしてる感がすごいんですよどう考えてもさ、ほんまかいなみたいなさ、うんうん、なるほどね。やっぱり無理して作ろうとしてるものって分かっちゃうんですね、うん、でも多くの人は分かってなかったわけだ。やっぱり、うん、あのだこれは、うん、やっぱりなんていうか、あの応仁記の説明ってあのワイドショー的でゴシップ的なんだけど、うんうんうん、だからそれがゆえにやっぱ大衆を引きつける部分がやっぱりあったんだと思うんですよ、うん、なるほどね。
確かにその御座さんの説明するこのこれって、うん、この間のその、うん、なんだろう、つまり こいつらの畠山家の家督争いが応仁の乱の原因だったっていうのは、うん、小田さんの説明を聞いて、うん、舐められ将軍義政みたいな、うん、その前提がないと、うん、やっぱイメージしづらいとこはありますね。それもあると思う、うん、だからやっぱり、うん、応仁の乱ってやっぱ結果的には、うん、そのね、日本史を変えるような、うん、戦国時代を生んだようなさ、うん、天下をさこうひっくり返すような大きな乱になったわけですよ、うんうんうん、だこれやっぱり天下をひっくり返すような、うん、戦乱の原因っていうのは普通に考えれば、うん、将軍家周りで起こってほしいですね。と思うじゃないですか普通はね、うん、まさか畠山家のいざこざでねそう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 、そう日本を全国を巻き込むような、天下をひっくり返すような大乱が起こるとは、まあ、普通は思わないわけですよ、うん、特にやっぱり江戸でその話が広まったとしたら、そうそう、うん、江戸時代のめちゃくちゃ将軍っていうのが絶対的だったら、やっぱこのいかに舐められてたじゃないけど、うん、将軍の権威がそんなになかったんだっていうのをこうちゃんと説明されないと、うんうん、やっぱすぐにはイメージできないですよね。できないと思いますね、うん、色は面白いですね。そう、下世話の方が面白い。そうなんですよね。うん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 、女課長に対する反発だ、だからそもそもですね、日野富子、これも私のね応仁の乱って本で書きましたけど、そもそもね日野富子って応仁の乱が始まる前とか始まった段階ってまだ若いので20ちょっとぐらいの年なんで、富子が政治力をね発揮するっていうのはちょっとやっぱり考えにくいんですよ。でやっぱり富子が政治力を発揮するのは応仁の乱のもうかなり終わりの方、さらに言えば富子が本格的に幕府の政治に口を出して政治力を発揮するようになるのは応仁の乱が終わった後だと思います。だ結局ねその頃になるともう本当に義政やる気なくなってるんでだから富子が代わりにやってるようなところなんですね。なるほどね。義政は政治をほっぽり出しのイメージが強いんですが、応仁の乱が行われてる頃は、まあ、まだはそれなりに頑張ってるんですよ。でもなんか応仁の乱が終わって東山山荘を作ってって頃になると本当にだんだんねこういい加減になっていくんですよ義政って。でその義政がいい加減になっていくのを埋める形でやっぱり富子が代わりに政治力を発揮するっていうところがあって、だから富子が応仁の乱勃発当初とか応仁の乱が勃発する前から政治力を発揮してたっていうのはやっぱりちょっと考えにくいと思うんですよね。そう、乱の収束にむしろ尽力していると思います、富子はね。これは私の応仁の乱で書きましたけれども。いやー面白いですね。いやでもさ、その複雑じゃないですか、はいはい。で御座さんが説明してくれてるから、うん、すごい分かりやすく面白く聞いてるけど、うん、こんな複雑な話を、うん、やっぱり人にあんま説明できないから、はいはい、単純な方がやっぱ広まりますよね、うん、そうそうそう、話としてやっぱりゴシップ的な、ね、ゴシップ下世話の方が下世話だし、しかも説明しやすいじゃない。そうそう、やっぱり将軍家でっていう方が説明しやすいと思うんですよ。単に将軍家のお家騒動で、うん、そうそうそう、天下の大乱が生まれましたっていうのは、そうなんだ、なんかすごくありそうじゃないですか。それこそ江戸時代の人からしてもリアリティがあると思うんですよね、うん、だから、うんうん、家光がいて、忠長がいて、春日の局がいてみたいな、そういうようなストーリーとかの方が分かりやすい。だってね、江戸時代にさ、一地方のさ、どっかの藩の争いでさ、江戸幕府がね、揺ることはない。全国がとか、絶対想像できないもんね。ありえないじゃん。だから、起こるとしたら将軍家での跡継ぎ争いじゃないですか。もしね、幕府が揺らぐとしたら。揺らぐとしたらね。いやー、面白かった。富子が金を貸していたっていうのは確か、富子がお金を貸していたのは確かです。それは間違い、資料に出てくるんで、ただ富子が東西両軍に貸してたっていうのは私はあれは嘘だと思ってて、つまりこれも富子悪女説の一つの原因になってて、つまり富子っていうのは、うん、東軍と西軍両方に金を貸して戦争を煽ってたと。で戦争が長引けば長引くほど、うん、その利子が入ってくるから儲かるみたいなあ、なるほどね、うん、あ、なるほど。あれは私は多分嘘だと思ってて、富子は、うん、
富子が資金援助してたのは多分東軍だけだと思います。なるほどね。富子って名前が良くないのかな。まあなんかいかにもお金富いかにもお金にねがめつイメージがね。なんか今のお金貸してるとかいう、うん、利子とかいうのがこう。な実でまあ富子も別に個人、まあ、個人的にがめついっていう。あれじゃなくてだからやっぱりバッグそのものが衰退して、うん、お金がね返ってこなくなるんですよ、うん、だそれで富子が金貸し業とか、うん、なんか関所を作ってお金を取ったりとかやるんですけど、ね、これはねあの富子が自分個人的に蓄財してるもちろんそういう側面もあると思うんだけどバック財政をなんとかするためにやってるってところがあって、うん、実際富子が、うん、あの天皇のね、うん、代理の再建とかのお金とかも富子が金を出してるんですよ、だから結局もう富子がやるしかないから誰もやらないから誰もやらないから、ね、私がやるしかないとしかないっていう側面がある。なんかもう海外しい人みたいにな聞こえますけどね、小田さんから言うとね。だから富子が悪くかかりすぎだと思いますそういう意味では。すごい富子、富子のなんだ汚名返上じゃないですけど、うん、金貸しや関所に対する概念のにだから そうなんですよ。だからなんつうかねそのそもそも関所を作って金を取るみたいなのって別に富子だけがやってるわけじゃなくて、うんうん、あの全部そうなんあの中あのこれはですねあの江戸時代の関所と中世の関所は違うんですよ。江戸時代の関所は基本的に治安のために、うん、あの作ってるものですけど、うん、中世の関所っていうのは、うん、通行料を取るため の、うんあの歴史学 の専門用語でいうと経済的関所っていうんですけど、つまり関所を作って通行料を取って稼ぐために作ってるんですよ、江戸時代みたいになんか治安を守るために作ってるわけでは全くないので、でそれは別に富子だけじゃなくてみんなやってるんですよみんながやってる関所作ってね、うん、で経済活動でね、これ面白いんですけど中世の関所ってだからそれでね地元 の、武士とかが勝手に作るんですよ。地元の武士が勝手に作って、通行しようとするやつから金取る。で特に、三系伊勢三系とか、はいはいはい、三系のルートとかに作るんですよ、うん、なるほどなるほどみんなが通るから、うんうん、でそれであのお金取るんですけど、うんうん、あの勝手に作ってるから地元の武士たちがあの将軍がねよっしゃ伊勢参詣しようとかってなると、うん、将軍から金取れないじゃないですか、うんうん、そうなると、うん、フリーパスなんですよ。関所なくなるんですよ一時的に一時的に関所なくなって、あの要するにね待てい待てい、みたいな感じで止める人がいなくなって、うん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 、あのフリーで通れるようになるんですよ。なるほどなるほど。でなんで、うん、そうするとですね、うん、あの他の庶民も、うん、便乗してそんな今がチャンス今ならお金取られないみたいな感じでそこで通っちゃうみたいな、ね、はあはあ、将軍が通るとあの武士も地元の武士もビビってあのいなくなるから、なるほど、ね、その時に俺らも便乗して今ならフリーでフリーパスみたいな感じで無料期間みたいな限定無料期間みたいな感じの、そうそう、キリンが来るでもたくさんの関所があってやたら通行税を取られるという描写があった。うん、そうそうなんです。あれはそうヤクザの縄張りの発想なんですよ、うんうんうん、はっきり言ってね、それ料金所なんで、はいはいはい、あそうそう村上海賊のあれですよね、和田亮さんの村上海賊の娘とかでも書かれてましたけど、村上海賊も通行料を取ってますね。あれは水先案内の代償だから、さらに言うとあれはね警護料みたいな名目で取ってるんですよ、うんうん、だこれまさにヤクザ の用心棒代と一緒で、あの海賊がな 俺らを乗せとけば、うん、他の海賊に襲われないぞっていうことで、はいはい、用心棒代として金を取るみたいなのがフリーライダーただのり、そうですね、そうですよ。だから中世はともかく関所が乱立してた時代で富子だけが関所を作ってたわけじゃないんですよ、みんな作ってるんですよ、うんうんうん、だから富子が目立ったのはやっぱり女だからっていうのはあると思いますね。なるほどね、はい、
やだいぶ日野富子の名誉回復がなされたのではないでしょうか。私の応仁の乱は足利義政と日野富子夫婦の名誉回復のためにっていうのがちょっとあります、ね、素晴らしい。なるほどね、名誉回復本だったのか。良かったですね、じゃあいっぱい売れて、うん名誉回復が ね, 名誉回復ね、浸透したわけですから。なるほどね。でもそうですよね、その応仁記もそうですけど、そのある記録とかある文献って誰かが誰かの都合のために書いてるわけじゃないですか、うんうん、やっぱそれを明らかにしないと、うん、これをどれぐらい信用していいかっていうか、そうそうそう、必ずやっぱりそのね、うん、やっぱ意図を考えなきゃいけない、 ね、その資料がなぜ作られたのか、うん、残されたのかっていうところをやっぱり意図まで読んでいくのがやっぱり歴史学の研究なんですよね。だから誰にとってこの話が都合がいいかっていうのを考えるってことですね。これでこの話で得しているのは誰かっていうのを考えていくと、なんか紐解かれていくっていう、まさに資料費なんですね。いや、海賊衆の場合は海峡の水流とかあるので無理くり、そうですね、だから海賊衆っていうのはだから確かに水先案内人みたいな意味合いもあるので、全く不当な、徴収ということで、あの全く不当に金を取っているということではなくて、まあ、それなりのサービスを対価として与えているというのはまあ事実ですね。ただやっぱりヤクザの用心棒代的な要素もあります。それでもね、警護料とかって資料出てきますからねでも今でもありますよね、うん、お前ここで店開くみたいな、そうです、話ですよね。そうです、ちょっと納めとかないといけないみたいなことは場所によってはあるでしょうからね。なるほどね。面白かった。ああそう、まあ、だから結構今日はコンパクトに、ああコンパクトにちゃんと説明できた。これでおしまい、おしまいです、ね、ご清聴いや後田さんありがとうございました。ありがとうございます、どうもどうも。パチ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 、じゃあちょっと明かりつけましょうか。はい、そうそう、みかじめ料ってやつですね。そう、金銭発給してもらうにも、あ、何でもお金取るんですよあれ。あの要するに礼銭って言うんですけど、当時の言葉で、あの礼、お礼の礼に銭ってやつで、何かやってもらう場合は必ず金を払うんですよ。だからそのそれは当たり前であって、それはなんかね、現代人から見るとそれ賄賂取ってんじゃんみたいな話になるんだけれども、みんなやってんすよ。だから何か便宜を図ってもらうためには、それがなんか幕府であろうとですね、その幕府というなんか政府的なね存在であろうと、その幕府の役人にあの何かこう助けてもらう、便宜を図ってもらうっていう場合に、その役人にお金を払うっていうのはこれ当たり前のことなんです。みんなやってるわけ、だみんな取ってるわけですよ。大なり小なり幕府の役人とかはみんなあのお金をもらってるわけですよ。でお金をもらって便宜を図って、日野富子も全く同じことをしてるだけなんですよ。そういう意味でね、富子だけが私腹を肥やしてるんではなくて、みんなお金を取ってる。冷戦だ、この冷戦って言葉を覚えておくといいと思うんですけど、何、そうそうそう、だからキラコお使いますけどとかもある意味そうなんですよ。だ金取るのはある意味当たり前で、それが賄賂とかっていうのは現代人の感覚なわけですね。そうです、役務の提供に対する対価なんです。そう、公益みたいなね、公の益である公益みたいな、そういう発想ってやっぱないな。でそもそも室町幕府っていうのはですね、ものすごい小さな政府なんですよ。あのだからあんまりその何て言うんですかね、財政的にあの潤沢ではないんで、あのそこがやっぱりね江戸幕府とかとは違うんですよね。だからそもそもその財政のね、室町幕府の財政管理とかも、あの久保三倉って呼ばれる存在ですけど、あのつまりあの民間の金融業者に
ほぼ丸投げしているような状況なんですよね、財政 の, あの管理も、まあ、そういうぐらい小さな政府なので、あのバックの役人たちというのは冷戦を取らないとそもそも食っていけないわけなんですね。だからあの何かこう便宜を図ってやって金をもらうのは当たり前なんですよ。だそれは賄賂とかっていう発想は彼らには全くない。あ、はい、もちろんです、ありがとうございます。中世って税金の流れがよくわかる。そうですね、だからあんまりね、税金ちゃんとしたね、なんかこう税金みたいなのが安定したね、財源があってそれでこう回ってるって感じじゃないんですよね、室町幕府って。なんかさ、それこそけさ、前話したような県民性みたいな臨時収入でどうするとか、土葬酒屋から営業税を取ってみたいなね、なんかそういうね非常に不安定な財源が多くて、ある意味財政が安定しないんですよ。だからそれに比べたら江戸幕府ってめちゃくちゃ、少なくとも初期はめちゃくちゃ財政安定してますよね、はっきり言って。まあ明暦の大火以降結構江戸幕府も大変になりますけども、初期の江戸幕府って金山銀山 の,、はい、開発のとかもあるので、うん、すごい財政的に安定してますよね、うんうんうん、でも室町幕府とそこは全然違うと思います、うん、小田さんの説明って本当に分かりやすいですよね。あ、そうですか、ありがとうございます。まあ、私あんまよく知らないことだけど分かるのは小田さんの説明が上手だからだと思うんですけど、なんかこう人に教えたりとかっていうのは、うん、もう大学で非常勤とかはやられたと思いますけど、はいはい、なんかだからまあ大学生の時塾講師のバイトはしましたけどね。塾講師、塾講師、黒板でやるやつ、まあ、ホワイトボードです、ね、ホワイトボードですけど。え、歴史の、いや歴史じゃなくて普通に国語とか社会とか、あ、幅広くやつ、小中学生相手でしたから、ね、あ、そうですか、うん、小中学生相手に、小中学生、まあそういう意味ではなんか小中学生相手には教えたんで、なんつうか噛み砕いて話すみたいなのはそこでまあちょっと身につけたような部分はあるかもしれない、うん、なるほどね。そう、本当に話が面白い。そうなんですよね、だからこんな複雑なわけのわからない人物名もほとんどなんか全然愛着もないし、身近でも何でもない人たちの、まあ、しかもドロドロとしたこちゃこちゃとしたなんかこう同じお家同士の人が戦うとか入ってくるとやっぱ一気に分かりづらくなるじゃないですか、うん、だからそれが本当に分かりやすく説明されるので面白いですよね。そう、本当に分かりやすく面白いっていうのはだからすごい技術ですよね。なんかそれがスラスラとなんかこう苦もなくやってるように感じるから、なんていうか、いや、いいなと思って、すいません、あ、いや、分かりやすいな、いや本当に分かりやすいなと思って、多分テレビ向きっていうか、いや重宝されるだろうなって思いました。いい、全然何のテレビの何のあれもないですけど、やっぱ複雑なことを分かりやすく説明できるのが一番大事なことですよね、うん、つまりさっきの複雑なことを、うん、めんどくさいからっていう風に説明しないから日野富子説が普及してしまったっていうことがあるわけですから、小田さん子供たちに好かれるタイプ、まあ、そうですかね、分かんないですけど、まあ、まあ別に塾講師やってた時は格別好かれてるってことでもなかったと思いますけど、小田さんはなるほどね。皆さんめっちゃ書き込んでくれてますね。いや本当にね、ありがとうございます。
いやまあ、経済的な権益と名声立場にこだわるのは現代日本人も同じだから、そこを踏まえてくれると分かりやすくなる。あのね、だから私はやっぱり歴史って2つ大事だと思ってて、つまり、うん、あのこれは相反するんだけれども、うんうん、あのつまり昔の人と今の人では違うってね、価値観とか考え方が違うっていう部分と、うんうんうんまあ、人間だから、うん、なんかメンツを重視するとか、うんうん、なんかね、お金に弱いとか、うん、そういうなんか家族愛とかね、うん、時代を超えて共通する部分と、うん、時代によってこう変わる価値観と、うんうん、この両面があると思うんですよ、うんうん、この両面をこうバランスよく抑えるっていうのがやっぱり歴史を理解することであり、さらには歴史に学んで現代に生かすことになるんだと、うん、だからどっちか片方じゃダメなんですよ。なるほどね。なんか、うん、もう、まあ、人間なんだから変わらないっしょと、うん、いう感じでね、中世だから例えばね、分かりやすい例で言うと、うん、徳川家康副社長と石田三成秘書室長との争いとかってね、うん、なんかいう風にね、現代と全く一緒みたいにやっちゃうと、うん、それはそれでね、うん、中世を理解したことにならない、うん、その過去の時代ね、今と違う時代を、うん、真に理解したことにならないわけなんですけど、うんうんまあ、一方で、その、まあ、中世っていうのは、まあ、中世じゃなくても江戸時代でも何でもいいですが、まあ、中世っていうのは現代とは全く違う、全然違う異世界で、我々とはもう完全に切れてるんだってやっちゃうと、うんうん、それはそれで、うん歴史に学ぶってことができなくなるので、もうじゃあ無関係ですよねって話になっちゃうんで、だからその違うってところと同じってところの両面をバランスよくこう抑えていくっていうのがすごく大事だと私は思うんですよ ね、うんうん、ね、そう違うけど同じ、同じだけど違う、そうなんですよ、これが大事、うん、だからあれですよね、その距離の取り方が適切じゃないと猛説がはびこってしまうというか、だからさっきの日野富子悪女説も、うん、今の感覚からしたら理解しづらいですよね、うん、みたいなことだったけど、うん、でもだから時代が違って離れてるから、うん、その関所を作るとか、うん、そんなの当たり前だとかね、うんうん、その将軍がそんなに舐められてるなんてみたいなこと、うんうん、違うのに違うっていうことを、うんうん抑えずにいろいろ知るから、うんうん、勘違いも生まれるし、うんね、っていうことですよ ね、 すね、はいはい、だからその日本史ってその面白いなと思うのは、うん、そこの距離の取り方ですよね、うんうん、同じ日本語だし地続きだからつながってると思うし、でもすごい全然違うじゃんみたいなこともすごくあるから、その勘違いがすごく起こりやすいっていうのはあるんですよね、うん、だからやっぱり誤った説がどうしてはびこってしまうかというと、やっぱりつながってるから、そうなんです、だからそう今の感覚で日本人だし日本語で書いてあるんだから、そう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 、分かるっしょみたいな、ね、そう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 ノリがあるわけですよ、そう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 、だからね、それこそいや別に歴史学者じゃなくたってね、そう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 、分かるだろうと、そうそうそう、むしろね、なんかビジネス経験とか社会経験が豊富な俺の方が世間知らずの歴史学者よりも分かるはずみたいなさそういうようなね、あれが、まあ、出てきちゃうわけですよ。でもいかにその当時にしかない状況とか当時の常識とかがやっぱりわからないと、そうそうそう、勘違いがいっぱい発生しちゃうってことですよね。いや、よくわかりました。だから本当に外国なんか全然違う言葉で、うん、全然違う民族とか、うん、全然違う風習とかいやいや、やってることと日本史って違うから、そうなんですよ、そうなんですよ、そこのなんか距離の取り方が、そこがもね、やっぱりね、うん、やっぱ面白いなと思う、そうですよ、だからやっぱり日本史って、うん、まあよ、それはいいことでもあるんだけども、うんうん、やっぱりその在野というか民間でやってる人がすごく多いわけですよ、うんうん、やっぱりこう自分たちのね現代に直接つながってる、うん、まあ、ご先祖様たちの話だっていうの意識があるから、うん、まあ、非常にこう馴染みがある、うん、で同じ日本人だし同じ日本語だし、うん、分かるだろうみたいな、うん、やっぱ構えがあるので、そうですね、言語が一緒っていうのは大きいですよね、うん、読もうと思えば、まあ、頑張ればできるやろみたいな感じになるんで、うん、そうそう、外国語だと外国語、外国の歴史だとそれは専門の歴史学者じゃないと、うん、
無理かもしれないけど日本酒だったら俺でもいけるっしょみたいな感じに、まあ、やっぱどうしてもなりがちなわけですよ。だ解釈の問題ですね、いやー勉強になります、ありがとうございますやたら維新が好きな政治家さんとかね、そうですよね、だからこうすぐに教訓に結びつけちゃうっていうのもありますよね。そうですね、そうですね、いいとこでもあるし悪いところでも、そういう教訓を結びつけるっていうのはやっぱり同じ日本人だからみたいなね、そういうのがあるからですよね。そう郷土史なんかはそうですよね、特にいやもちろんそれがよく作用してる部分もあるんです。そうですね、郷土史の裾野の広さみたいなのにおかげでまあ日本史の研究が進んだ部分もあるので、だからその大学とか研究機関に所属している人だけが研究をすればいいとは私は思わなくて、あのそうじゃない、民間で研究されている方とかのおかげで助かってる部分ももちろんあるので、それはあの悪いことでは決してないんだけど、でもまあやっぱそこにね勘違いしちゃう人とかももちろんいるわけですよね。いや本当にだって各地にもうその誰が読むんだよっていう文書をひたすら読んでくれてる人は各地にいるわけじゃないですか。それですごい進んでいくわけです、ね、江戸時代とかそれで結構支えられてる部分、あの郷土史でやってる人がいないととてもあの専門の研究者だけではとても資料を、ね、フォローできない、抑えきれないですから、日本のことは日本人にしか分からないなんて考え方に、そういう問題もありますよね、つながっていくわけですね、でもねやっぱり日本語だってちゃんと理解できてるのかっていうことですよね、つまり外国語を読むように日本語も読むべきであって、やっぱ適切にもう言葉をもう文献に書かれていることを理解するためには、まあそうなんですよね、だからそうなんか、なんか生地なんとなくで分かっちゃうので厳密にやらないみたいな、そういう問題はあるんですよね。この間の私の講義のチャット欄でも、あチャット欄じゃないコメントでいただいてましたけど、あの古市陰影の、林間の女中とか女中って、はいはい、まあ、今漢字を見たら、うん、この召使いの人なのかなって思っちゃうけど、うん、あのあれは奥方のことなんですねってコメントに書いてくださった方いて、ありましたね、だから漢字一つ取っても、そうですね、全く今とはむしろ逆の意味になっちゃうってことあるわけです、ね、うん、だ結局、うん、だからあなんつうか資料によってもあの時代が同じでも資料によって使い方が違ったりとかっていう場合もあるんで、だから本当にやろうとするとつまりその資料の要領をバーッと集めてどう使われてるかっていうのまでちゃんと調べなきゃいけないですよね。そうですよね、やっぱ一筋縄ではいかないということですね、資料の読み解きっていうのは。でもなんとなくその日本語だしなんとなく意味が分かっちゃうんでっていう形でなんか緩くねやっちゃったりすることがあるわけですよね。いやー面白いでございます。さて今何時ですか。今10、あいい感じの時間になってきました ね、まあ、ね、ちょうど3時間、ちょうど3時間、まあちょっとスタートでバタバタしました。失礼いたしました。いやこちらも本当に申し訳ございませんでした。皆さんも楽しんでいただけたようですね。あやばいもやばから来ていて、江戸時代のハイパーエド博で出してます、あやばい女っていう語源が。ああそうですか、うん、なるほどなるほど。いやもうそれも本当か分かんないですけどね、やばってその要求弓矢遊びをするお茶屋さんみたいなのがあって、そこに弓矢を拾う係の人がいて、でその弓矢遊びをするゲーム目当ての小屋だったはずが、だんだんその拾う姉ちゃん目当ての、ね、店になっていったということで、まあ、そこにいるやばいのにいる女をやばいって言ったのが語源だというふうに言われています。
あ、さっちゃんさんありがとうございます。パチ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 ですね。これは年号ではなくて、ね、うまいですね。なるほど。そっか、だからメイド喫茶とかそういう系みたいな感じなんですかね。そうそうそう、だから別に喫茶目的で行ってないじゃないですか、うん、メイド喫茶に、うん、メイドでしょっていうね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、小沢さん本当にありがとうございます。面白かったです。さて、じゃあ、次回は、ね、今日22日ですかね。27日にもここに来ていただけると。今月豪華ですね。27に来てくれて、おお、なんかどんどん来たぞ。 ありがとうございます。おー、すごい。駐座しているかやさんから、駐座してる間に質問にお答えくださっていた、今更です。かやさんですね。ああ、ありがとうございます。駐座してる間に質問にお答えくださっていた、今更ですが、ありがとうございました。 1.5 倍ってことですけどそう、 YouTuber は、ね、こういう人います。おかげができるからいいんですよね。何回もいました。あとで通常速度で見返します。そして GR なら今回も後日チャプター作って、ああ、チャプター本当にありがとうございます。ありがとうございます、かや様。いつもいつも本当にありがとうございます。すごい大変な作業だと思います。あ、あずさ小沢様、配信の音が良すぎてスピーカーに繋いだら右と左に小沢先生と春樹さんがいるみたいです。まあ、さっき右と左が逆だったという、ね、問題もあるんですけどね。このオーディオセットは私の配偶者春樹智明さんのセットを使わせてもらってます。ありがとうございます。やっぱこのね、動画配信をこうしばらくやって分かったのは、はい、とにかく音が一番大事。ああ、それはそうでしょうね。映像よりも、映像より、うん、まあ、いや、でも、まあ映像も、まあ、YouTube 綺麗ですよね、うん、でも後藤さんのこの間の、うん、タイガ配信は映像が綺麗だったんですよ、うん、ああ、そうですか。つまりズームが全部悪いっていう。ああ、そうです。ズームにつなぐと画像も劣化し音声も劣化するってことですね。そうなんですよね。だからそう、ね、ズームじゃないなんか通信方法があれば。あ、最終は終電はまだまだ大丈夫なんで、それはご心配なく。なんかもしズーム以外で遠隔で綺麗にやる方法をご存知の方がいたら情報提供待ってます。なんかね、だって通信する手段はズーム以外にもあるわけですからね。そうですね、そうですね。まあでも結局何かあれかな。どうなんですかね。だから今後ね、遠隔配信ちょっとどうにかしていきたい。あ、そうだ。あと、あのズームの設定で音質画質を下げないようにするとかできるかもですね。なるほど、ちょっとそれ確認いたしますね、うんうんうん、でもズーム自体結構ね、確かに重いんですよね、うん、この私のパソコンが、うんうん、ズームをつないでこの OBS っていう配信のソフトをどっちも立ち上げてると、はいはい、結構疲れるんですよ、ね、なるほどね。そう、パソコンが疲れてくるとちょっと配信が途切れちゃったりとかもするので、その辺のね、もっと頑丈なパソコンを買うとかになってくるのかもしれない。はい、機材はね、いろいろ機材こだわればちょっとキリがないので、うん、あれですね。あと、あれ、あの通知のやり方について。あ、さすが、さすがさ。ですね、この配信を、通知するのに皆さんに LINE に友達加入してくださいっていう風にお伝えしているんですけれども、今日初めてですね、 LINE の通知の無料分っていうのがもう使い切ってしまって、つまり無料で使ってると1000メッセージしか送れないですね。で、今 LINE に登録してくれてる人がどん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 増えているので、今150人ぐらいいるんですけど、うん、150人いると何回送れるのかな。6回ぐらいしか送れないと、うん、で、今後 LINE を使い続けるとすると、うん、LINE に有料会員にならないといけないんですけど、うん、結構高い。そうですね、LINE は結構高いですね。結構高かった。ちょっとびっくりです。月額Zoom より高いじゃんみたいな。会費が結構高くてですね、LINE みんな使ってるのかなみたいな話をちょっとしてですね。そう、だからどういう形でね、皆さんに配信しますっていうのをお伝えするのが、どういう形のが一番皆さんに伝わりやすいのかっ
っていうのがやっぱり LINE がいいのか、別に LINE じゃなくても他の方法で、ね、だから、うんうん、LINE を LINE が結構便利で皆さん使ってくれてるんだったら、うん、そうですけどね。でも LINE 以外の方法で会員費を払っていって思ってるんですけど、 YouTube の通知でこと足りるんであれば、ツイッターは私のツイッターでよければ、あ、リアコムさんがありがとうございます。あ、なんか動いてる。あれはだからスーパースティッカーってやつですね。スーパーチャットなんかゲームのコントローラーみたいな。そうですね、ファミコンのコントローラーみたいなやつですね。ツイッターはだから私のツイートで、あ、登録して、いや登録してくださって、登録してくださいって我々が言ってたんですけどね。ありがたいですけど、風待ちロマンさんね、我々が登録してくださいって言って登録されたので、それは全く悪くないというか、ありがとうございますってことなんだけど、今回も事前に教えていただけるのだけでもありがたいです。あ、なるほど、事前にというのは YouTube 上でお伝えしてればいいっていう、そういうことですかね。 YouTube のコミュニティのところ、コミュニティ欄でお伝えするだけでもいいってんだったら、うん、全くお金はかからないわけですけども、うん、どうなんですかね。まあでも結構便利なのかな。ちょっと私は普段日常で LINE ってあんま使わないので、うん、ああ、ありがとうございます。リアコムさん、ありがとうございます。今日は YouTube の通知できました。あ、なるほど。そうだから皆さんはね、何の通知でこの番組を知っていらしてくださってるのかっていうのを、まあそもそも知りたいですよね。 LINE 登録して LINE 通知を見ていらしてるのか、そうではなくて、まあ、別に YouTube の通知で来てるっていう方が多いんだったら、まあ、YouTube だけでもいいのかなって話。でもあれですよね、 YouTube の通知しても今日みたいに YouTube のアドレスが変わっちゃったら、まあ、確かにね、もう大混乱ですよね。まあ、チャット欄に書く。そう、 LINE ビジネスアカウントってね、月5500円って結構するじゃないですか。結構高いなと。あ、私も YouTube の通知で、あ、ありがとうございます。はい、YouTube の通知でもいいということであれば、まあ、とりあえずね、 LINE は今月は、あ、だいたい YouTube の通知ってありがとうございます。 YouTube のコミュニティは結構チェックしてます。 LINE はあまり使わないです。今日はコミュニティの通知できました。私 LINE アカウントないので。あ、ハドボサさん、私 LINE のアカウントないので、前日と当日とか複数回ツイッター、複数回ツイッターでやると。確かに1回しかやってないような気がしますね。そうですね、うん、そうか、私もちょっとツイッターもあんま使わないので、うん、ツイッター確か、あ、ツイッターみなみ結構見てる、ね、風待ちロマンさんに言うと、 YouTube にチャンネル登録して鐘マーク、ベルマークをオンにしておけば YouTube の通知に反映されるし、それで良い気がします。ツイッターが助かります。 YouTube の通知が、メンバーシップが整えば、まあ別に LINE でね、通知してもいいのかなって気もするんですけど、でもYouTube の通知と春樹さんのツイッターでいいと思います。 ありがとうございます。そう言っていただけると助かりますね。経済的に支援いただける声が多い。まあ LINE しか見てない人はあんま今見てないのかもしれないですね。まあじゃあちょっと今月はとりあえずもうちょっと課金しちゃったので、うん、そうですね、 LINE は今月は使いますけれども、じゃあ何かしらこっちに移行してくださいという案内を LINE でするかもしれない。そうですね、すいません、入ってくださいと言って、ね、やめますけど、ちょっと、ね、あまりにも失礼だなと。何なんだよっていう話なんですけども、申し訳ございません、ちょっと見込みが甘かった、まあ、1000円ぐらいならね、うん、と思ったけど5000円もするのが、ね、ちょっと高いよね。いや私も高いんだと思いました。やっぱ YouTube の通知って人結構多いですね。そっか、ならまあいいのかなという気もしないでもない。ちょっとすいません、調べが甘くて思ったより高かったって。ズームより高いからね。そう、ズームより高いっておかしくないかなと私は思うんですけど、うん、いやでやっぱ LINE 的には効果があるんじゃないですか、そのあれ、うん、なんだ、ビジネス、ビジネスで使 う, っていう、うん、まあビジネスで使う人たちはどうせ会社の経費だから別にどうってことはないかもしれない。ビジネスと言えるのか微妙ですからね、うん、私たちのね、うん、我々はまだビジネスとはちょっと言い難い状況ですからね、うんうん、はい、まああんまりでも
今のところ突然やる配信って小田さんの大河会、大河会もでも大体予告してるっていうか、やるとしたらここだなっていう、日曜日だしね、日曜日放送後だから、やるとしたら大河の朝だなって分かってるから、まあまあ突然平日の昼間にやるのかってことはないですからね。まあ今のところね、そういう突然はなさそうですからね。今月は結構たっぷり予定がありますから。そう、 YouTube 通知だと直前になっちゃうんじゃないかなっていうのはあるんですよ、リアコムさんがおっしゃってるようにね。 LINE だともう少しね1時間前とかにできるんだけど、 YouTube だと1時間前とかの通知っていうのはちょっと難しいのかなっていう感じはありますよね。まあとりあえずじゃあ1ヶ月は LINE を使ってきますので、うんうん、もう少し情報収集をして、やっぱりこれがあった方が便利ということでしたら、うん、今日は30分前でした。なるほど。でもやっぱ YouTube の予約もちょっと失敗しちゃったので、ちょっとまた自信をなくしてしまった。酒飲み雑談とかもやってほしいという、どうぞ、まあ、小田さんにはね大いに自由にやっていただけたらありがたいと思うんですよね。ツイッターもなしやす。いやそれはあれなんじゃないですか、うん、あの私だけではなくて、あの春樹さんもあれにも期待してるんじゃないですかね。まあ、まあでもそれはメンバーシップ始まってからでしょうね。そうでしょうね、そうですね、はい、という感じですかね。次回は27、もうすぐ27、5日後ですね。何曜日だっけ、はい、木曜日ですかね。木曜日にまた小田さんがお越しくださるのと、はい、ゲストが来るかもですねっていう回ですので、まあちょっ と、まあ、誰が来るかはちょっと内緒にしとこうかなと思います。まあ、ちょっとだから木曜は講義会ではなくて、ちょっとなんか、ね、本当に振り返りっていうか、何回も振り返ってるんだけども、ちょっと反省会的な感じで、ね、ちょっと反省会的にYouTube 始めてね、1ヶ月、ちょうど1ヶ月になるんですか。あ、本当だ。ですよね。たまたまそうなりましたね。ちょうど1ヶ月だ。9月27から始めたんです。解説1ヶ月記念ということで、そうそうそう、ゲストにお越しいただこうと思います。はい、そして、30日も来てくれる、はいはい、そうです。すごい今月だから小田さんがここに来る回数がすごく多いので、ちょっと東京に来る用事がいろいろあるんで、ありがたい月でございますね。はい、はい、今宵はここまでいいとします。そうですね、いい感じの時間に、ちょうどいい感じの時間に、ちょうどだから3時間じゃないですか、ごたごたも含めてちょうどグダグダしてましたからね。グダグダしてました。はい、というわけで皆様いつもね遅くまでありがとうございます。本当にいつも長時間お付き合いいただきまして、あの小田さんの話がね面白いのでね、全然聞き飽きないというのもあるんですけれども、引き続きよろしくお願いいたします。春樹でございますでした。ございました。ございました。おやすみなさい。じゃあまた27日もよろしくお願いします。お会いしましょう。失礼します。I got no silver, not there to pleasure sitters. Sometime in the shade, I feel it tall. But a mood will change when I find a flower on that lawn. Have a summer day, going away, standing in the lane.Watching down the snakes, I run away, if I may. I always find myself walking down a one-way street and looking for the place, get on my feet. Once I used
change.